これはあのー、怖い話というかちょっと人とコアに入るかわからないんですけどもはい、はい、あのー、T ーちゃんの疑惑っていうのがありまして友人のティーちゃんの疑惑っていうのがありましてほ、はあ、あのティー、T、ちゃんっていうのは、はい、あのー 高校時代の友人なんですけど、はい、あのまあ高校の時に仲良し4人グループの1人の T ちゃんだったんですけども、はい、その T ちゃんにまつわる話なんですけども、はいはい、あの なんか今もまだこう。真実がはっきりしない状態で。うん、まあ連絡は取れるような状態ではあるんですけど。はい、元々の発端が。なんかその事件があったのがはい、2017。16年の。はい、あ、17年の。うん 明けすぐに私と T ちゃんの共通の友人から、はい、夜中2時過ぎぐらいに、うん、電話が鳴りまして「はい、でもしもし?」って受けてみたら、はい、その友達共通の友達が「うん なんかすごくパニックったようなあの、様子で「あのどうしようどうしよう」って言うんですね<ん>それで「どうしたの?」って聞いたら、はい、なんか T ーちゃんから電話があって、はい、なんか「今までありがとう」ってあの うわ怖い言葉なんか<何>どうやらなんか話をさらっと聞く感じだと、はい、お金の貸し借りがあったみたいで、はい、それであのどうやらなんか返すために頑張ってたんだけど、はい、なんかもうなんか限界が来ちゃったらしく。はい なんか,、うん、なんか今屋上のビルあビルの屋上にいるっていう状態で電話をよ,をよこしたらしいんですねはい。それで電話をしてもなんか出なくなっちゃったっていう感じで,、うん、で今からその T ちゃんの住んでるまあ 部屋に行こううと思うんだけど、うん、あの私もあの一緒に来てくれないっていうので「うん分かった分かった」っ,たって,って私も T ちゃんとは一番その高校の友人の中でも一番会っていたので <laughs>、はい、心配になって向かったんですね。はい、で同時に私も電話もず ずっとこう鳴らしっーで向かったんですよ。うんはい、そして彼女とその待ち合わせた時にもうその電話くれた子がもう先についてて、うん、でなんかもう部屋になんか入ってたんですね。だから要はその思いとどまって 自宅に戻ってたみたいでその子はティちゃんがほうほうそれでなんかすごく泣きじゃくっていたんですよ、うん、それでなんかよくよく話を聞いて、うんうん、でもなんかその彼女に借りてる金額とか、うん そんな大金でもなかったし、はい、なんか大金じゃないって言ってもまあ大金ですけどまあ20万円弱ぐらい、まあまあ、結構あ、まあ、結構 <laughs> <laughs> 結構ですけど <laughs> まあ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 け結構ね、まあ、そこら辺でもなかなかね難しいだもん、はい、難しいしね。はいそれであのでもまあそのまず さあって生活見直せば解決することじゃんっていう話になったんですよ。まあね、あの月々いくら返済してたかわからないんですけども一人暮らしをしていたので <coughs> とりあえずここ引き払って、はい、まずは実家に戻るべきじゃないのっていう話をしたりとかはいろ、はいろとその。 別に死ぬほどのことじゃないよねってその時私と友達はなんかこう素直にこう思ったんですね、うん、それででまあその呼び出された友達も結構その昔お金のことで苦労したことがあってその話をしてなんかもっとと 結構大変な思いをした経験とかをそのティーちゃんに話して諭して、うん、もうこういうことを考えるのやめなよっていうことを言ってでだいぶ落ち着いたんで「うん、あのとりあえずティーちゃんお部屋にじゃ帰るね」って言って。 その友達と2人で T ちゃんの家を出たんです。はい、それでその近くにコンビニがあったから、なんか2人の間に何があったんだろうと思って、あの改めてその呼び出された友達と2人でコンビニでいろいろ話を聞いたんですね。これまでの経緯がどうだったのかとかっていうのを聞いたんですけど。 実はお金を貸したのは3回目ぐらいだったそうでなるほどねそれでなんかちゃんとは返してくれてたらしいんですうんそれであのでもなんかその中で実はさーってなんか 私知らないことになってるんだけどって私の友達にも勝手にお金借りてたんだよねってその友達が言ったんですよ。って本人は知らないんだけどって。<ん>で<う> <laughs> そのお金を貸した友達がまたその違う友達がいるんですけど あの例えばなんかその友達がなんか友達がよななんう主催する主催じゃないんですけどもその大学の友達でたちが集まってなんかバーベキューみたいなのにティちゃん を呼んだことがあって、そこで知り合った友達、うん、だからそのお金を貸した友達の友達にも、うん、お金を貸し,貸してって言って借りたことがあったと<ー>でもそれはなんか口止めされてその借りた子に「私がお金貸して」って言ったこと言わないでって言って。 借りてたみたみいで、はあ、だからお金を借りた友達の他にもう一人の友達からもお金を借りてるけども、うんうん、でもそれはなんかそのし知らないふりしててあげたらしいんですよその友達は。はい、私の他にも借りてる人いるでしょっていうのを責めずにうん。うん それをなんか押し殺して友達にお金を貸し続けてたらしいんですけどうん,うん、うんうん、それでえそえそ、そういうことがあったんだって私もなんか、うん、私が T ちゃんに対する印象はすごくお金にシビアで、うん、なんか ちゃんと考えてあのストックとかも絶対ためずになんかなくなったらわざわざ買いに行くっていうような生活してたのを見てたので、はい、なんでそんなにお金が必要なんだろうっていう印象だったんですね。うんうん、それでそうこう話してるうちに、T、ちにゃんから その隣で喋ってる友達の LINE にまた連絡が入って、うん、さっきあんだけ説得したのに、うん、またなんか「15万貸して」みたいな LINE が届いてすごいなちょっと怖いわその直後のそれはもうちょっとねえちょ,ちょっと異常ですよね。 そんんなにお金がいるんだと,と、はい、その友達が涙ながらに話したくもない過去のお金の苦労話をして諭して帰ってきたのにも水、うん、にまたちょっと貸してって言ってくるもんだから何だったんだ今の時間ですからねそう,そうなんですよだから、うん、だからちょっと私的にはちょっとこれこりゃ 私のか感覚だとこれはちょっと立った方関係を絶っちゃった方がいいレベルのなんか関わり具合だなってちょっと思ったんです私と。でもなんかてちゃんはまだそこまでなんかきチンとは切れなくなったみたい切,切れてなくって「うん、えどうしようかな」とかって言ってて。 でもなんか、しなんか、ね、あの屋上から電話りこされたり、<laughs> 命を立てるし、しり、ね、<で>をちらつかせてくる、ね、んですよ。それで、だから、なんか、なんつうの、あんまりそんなこう、弱点にしても、なんか、またこういうことがあったら、うん、うん、なんか、 嫌じゃないですか私は第三者だからこうズバってこう来たほよって思ったんですけど、うん、その友達の立場からすると「うん」つって「<laughs> じゃあさ」ってもう一回友達のその T ちゃん家の近くのコンビニだったからもう一回乗り込んで説得しようってよ言ったんですね。<ー>それで えー、どうしようかなーうんじゃあうんそうするって言って、うん、また戻ったんですはいあの。ティーちゃんの部屋にはい。そしたらピンポンって鳴らしてもだなかなか出てこなくてはい。で、やっと出てきたらなんか寝てた感じで、はい、で うん、それでなんかちょっと寝てた感じがなんか友達から見て、うん、ちょっとパチンときたポイントだったらしくて「<laughs> 人に金貸して」って言って <laughs> ビックビックさせて自分は寝てんのかいみたいな。まあねで「どうしたの?」みたいな感じで言ってきたから「<laughs> いや連絡くれたのそっちでしょ」ってなんかそこで友達も <laughs>。 <laughs> なんかこうなんつうのこれじゃこれはあかんっていう感じになってうん、うん、ちょっと切れ気味モード入ったんですけど、はいうん、それでなんか「明日朝早いんだ」って言うんですその T ちゃんが「明日実家行かなきゃいけない」とか言い出して、はい、あの屋上から飛び降りようとした人が実家行くから。 ってううのでこう人を入れないっていうのど, <laughs> どうなんて心の中でお互い思ってて <laughs>、うん、<laughs> でなんかまあまた入ってまあとりあえず貸さないっていう方向でね <laughs>、はい、<laughs> あのその日はもうティーちゃん家から出てきたんですけど、はい、でちょっと「これさ」っ 知らない間に私の友達とかにもお金借りたことあるしってうん,、うん、なんかこういう状況になって共通の友達何人かいるから、はい、他の友達に今度貸してっていく恐れがあるよねっていうことになって、うんうん、それでじゃあお互いのその友達に。 T ちゃんから連絡来てもお金貸しちゃダメだよっていうことを言おうねっていうことになり、うん、まあうんお互いこう連絡網を回したというか <laughs> あの T ちゃんからお金借りても貸しちゃダメだよっていう連絡をした私はその第1弾目 一人目に電話したのが、うん、その高校時代4人グループだったうちの残りの2人にまず思いついてかけたんです。うん、はいそれがまあ一人目まあえいこちゃんとしますと、うん、実はねってあの T ちゃんからまあ電話は来ないだろうけどっていうのはなんか。 T 子と A ちゃんはあの何年か前になんか、うん、私はぼやんとした理由しか聞かされてなかったんですけど、はい、なななんんかもう会わなくなってたんです、はあ、で私は T ちゃんから A 子は彼氏ができてからなんかこう変わっちゃったっていうこと話を聞いてて。うん なんか T ちゃんが言うには A 子は彼氏ができてから私を優先してくれないから寂しいんだよねみたいな感じで言ってて <laughs> なんか男を優先して私は悲しいみたいな感じで言っててでも A ちゃんからはそういう話は なんで t ちゃんと会わないかっていう理由は全然聞いてなかったんですけどうん、うん、そしたらなんか実はねっていうことをなんか聞かされたのが、うん、A ちゃんと T はやっぱり縁が切れてたみたいで、うん、それって何 お金何貸したのっていう話になったら「はい、いや私じゃなくてね」ってうちの親に借りてたんだよ。しかもそのだいぶきいちゃんから口止めされてて実家に帰ると A ちゃんが実家に帰ると親の なんか挙動がなんかどうもおかしくっておかしいな <laughs> と思っていたらしいんですねそれで問い詰めたらひー <laughs> ちゃんにお金を貸して支払いが滞ってるっていう話を聞いて A ちゃんはもうね私の親になんてことしてくれるんだって。 ってなりまますよねまあねあ、うん、でもう分かったお母さんこっからはもう、うん、A, A 子はもうすごいちゃんときっちりした人なんで、うん、あのお母さんもこれ以上この話にもタッチしなくていいからっこっから私が全部解決するからって言って、うん、まずその A ちゃんがお母さんに全額あのお金を戻しました。ちゃんに あの返済方法、うん、もう関わりたくないからとりあえずその給料入ったら自動的にこうお金振り込むようにしてくれるっていうふうにお願いして、うんはい、でもし一回でも返済が滞ったら会社に電話するからねって脅しをかけたんですねめましたね。 はい、はい、それで、ね、あのでも待ってほしいってもしなった場合はあなたのお母さんにもこのことを言いますからねっていうの言葉が聞いたみたいで、はい、母親に言われるのがんか一番なんか嫌だったらしくて。 <coughs> 話をなんか、なんか、うん、それでもなんかこう、事務的に連絡取るような、あの返済まではもう事務的にやり取りをして、はい、全部返され終わった時点で、うん、もう、もうあなたとはもう縁切りますっていうことで、あのそこでもう関係を断ち切ったっていう話で。はい でもう一人のその高校の友達 B ちゃんに、うん、B ちゃんもなんかその話立ち会ってて「うん、私にだけは言わないで」っていう話だったらしいんですこのことはその4人のうちの3人の秘密にしてくれってで私にだけは言わないでくれっていう話で凛さんにだけはってことですか <私>そうです、うん、そう、うん、言わないでくれっていうので私だけ知らなかったんですよ。で<う>なんで教えてくれなかったのってなるじゃないですか。はい、うんなんか、ね、知ってたら今回のことをも最近ティーちゃんの話も聞いた時に「ああまたやってるなこの子」ってなる。 の,のにっていう話をして「ごめんごめん」とかって,言って「うんでも私はちゃんと筋通したの偉いでしょ」とか逆に言われて「いや偉いけどさ」っていう話になってまあ A ちゃんはまあそこでも関係が終わってるって話だったんで、はい、今度 B, B ちゃんに電話したんです、うん、そしたらその <laughs>。 T ちゃんと A 子に会っった話も知っててそれ今聞いたんだって、うんうん、A 子 A ちゃんに聞いたんだっつって「あそうだったんだね」って言って「いやそうだったんだ」ってその「そういうことがあったんだね」って「実はさ」っ <laughs> てあの先月お金貸してんだよねって言うんですよ <laughs> 兄ちゃんが。 いやもうさ <laughs> 申し送り申し送りえ申し送りをしてたんじゃないんですかだめ <laughs> <laughs> よって。届いてなかったのかな ?B ちゃんにえ ?B ちゃんには届いてなかったのかな,なかあの ?B ちゃんはなんかすごく心が、まあ、まあちょっとこう <laughs> なんていうんでしょう神様仏様。 を崇拝している子なので、心が広い子なんです。あの友達を絶対、こう何があっても。いやだ、それつけ込まれてるんじゃないの。それで、ね、あの先月貸してるって言うんですね。で、なんで貸したの。 って言ったら神様仏様だからじゃないんですか <laughs>。そしたらあのなんかあの結婚式とかがあって、うん、あの持ってく祝儀がないとかなんかそういう急<ー>な出費がこうあのそのお金貸した友達その。 私と2人で駆けつけた友達も去年結婚して,て、うん、あその前の年に結婚してて、うん、もう一人の友達別にまたいるんですけどその子も結婚しててまあ2件に、まあ、間あんまり空けなくて結婚式が続いたっていうのがあるんですけど結婚式に行きたいしっていうので <laughs> なんか。 でもでまあその貸した友達は結婚資金があるのにお金ないんだったら無理に行かなくてもいいのにっていうのがまあ普通の人の考えだと思うんですけどもそうですね <laughs> はい <laughs> <laughs> でなんかその B ちゃんが貸したっていうよりかはその B ちゃんがお世話になって ているその人ってにお金を貸していただいたらしく、うん、うん。でそのお金もなんかまだ返ってきてないんだよねっていう話だったんですけどうん、うん、まあ,あ、うんまあ、そして。 でなんかその話をまた持ち帰って実はなんかあの B, B ちゃんの知り合いからもお金借りてたみたいでそのお金であなたの結婚式行ったみたいだよっていうことを言ったんですね <laughs> そしたら募集記があの入っていなく手紙が入っていて。ほう えっあっご祝儀が5,000円<い>5,000円で手紙に「今はこれしか出せないけどごめんね」ってして <laughs>、うん、あのまあ、うん、でもその友達って結婚式あげたのって東京だったんですけど、はい、こっち地方なんで、はい、なんか招待した あの友達の方が高速バス代とかホテル代とか出してるんです、はい、<laughs> いやちょっと待ってななんでみんなそんな手厚いのまあいろいろあるのか <laughs> いやな何かをちらつかせられてるからなのかなんかちょっとな,なんあん？あのまあその友達がまあ、まあまあ、いわゆるなんかこう 何てうんですかいい会社っていうかあの結構まあ銀行系に勤めてる方なので多分人を見て借り,、ね、借りる額とかなんか決めてるのかなっていう節はちょっとちらちら見えるんですけど <laughs> いやまあ、まうんま、人を見てというか。 まあでもうんそれでなんかなホテルその結婚式に来る時に泊まるホテルの候補をその友達がこう3か所ぐらいこうあげて、うんうん、どこに泊まりたいって友達になんかグループラインした時に、はい兄ちゃんが一番高いホテルをなんか。 ここがいいって言ってきたって言ってまたなんかそれもうなんかだんだん腹が立ってきたみたいな <laughs> なんで呼ぶんだよ <laughs> じゃあ知らんわ <laughs> みじゃちょっと待って登場人物ちょこちょこおかしい <laughs> いやもう痛い目あってんだから、まあ、もちろんねいろいろあるのかもしれないけどあそのそのあの事件の前の話ですからね。<laughs> 事件の前あのそのあのとその今までありがとうって言ってその死をほのめかす以前のその話なんですけどあ今のは今の話あそ,そうなのあとじゃないんだ、はい、あへえうんうん,んだからその事件を 起こしたのが2017年の初めぐらいで、うん、結婚式があったのが2016年に2件その共通の友達2人が結婚式を行ってあ<ー>まあまあその友達たちには結婚式に呼んでくれた友達に私お金ないからいけないなってなんか言ってたらしいんだけどもでも来てほしいんだっていう。 に言われたぶんその T ちゃんはお言葉に甘えてじゃあ参加するよって言って参加したんですけどはい、はい、もう一人の友達のご祝儀袋はあの、うん、やっぱお手紙だから <laughs> B 子に電話した時に「結婚式とかあるから」って言ったお金はじゃあ何に使ったんだろうねっていう話にもな,、うん、なり。 まあでもお金借りる人の使い道まではそこまで別にまあちょっとよくねまあお金を借りるための口実としてつまあそういう風に言ったのかもしれないですしまあそうでしょうねうんだから蓋を開けてみるとなんか話の何て言うんだろう こう言って借りたのに、こっちには使ってないとかあったので。うん。え、結局何に使ってるっていうのは、あのその後のその死をほのめかす事件。の後。こう。なんかつい、つい、きゅうつったら、まあ、なんかいろいろと、なんか面倒くさいことになりそうだから、あんまりこう触らないだけに、触らないようにしたのかどうかわかんないけど。結局何もわからないままなんですか。あの。 A ちゃんの親に借りたパターンは、え子がすごい詰めたんですよ。はい、な何にそのお金使ってんのって、はい、聞いたら、年金とか保険とか家賃とかっていうんですって。でで働いてるんでしょ働いてああの、昼食もやり、夜もお水のバイトを週に何回かやってたんですよ。うんで まあでもえちゃんはその話を聞いて納得しない,納得しないでしょ納得できるわけない <laughs> だってなん,、うん、なんでな働いてて給料が入ってんのにそもそも何に使ってんのよって話でしょでも私ずっと彼女と一番頻繁に会う。 っって言ったじゃないですか、はい、ずーっと10代の頃から彼女のその金銭感覚とかいろいろいろんな話をこう記憶でこうなんか手繰り寄せるとその理由ってあ,あるかもなって思って私は納得したんですよ。<ん>ああと思ってな。なんですかあの。彼女って なんか本当にきっちりしてる人で、だ誰がですか？<の>ティティちゃん？<laughs> はいはいきっちりしてる？はい <laughs> 何が <laughs> 一,一緒にお洋服とか買い物行った時も <laughs>、うん、すごい買うまでに時間をかけて考えに考え抜いてすごいもう <laughs> 鏡に当てながら洋服をあの、着た,た時のこう後ろ姿とかすごい入念に見て、うん、本当に納得しないと買わない子なんですよ。はいで私は結構あこれがいいと思ったらすぐ買っちゃうタイプだったんで、うん、なんかあの結構ティちゃんからなんかお金そんなね <laughs> であのそんなパパパパと使うのはうんあんまりちゃんと考えて買った方がいいよみたいな私はそうやって買ってるよとか言われてたりとかうんあと要はあの 物欲が激しいっていうことですか。あ、私ですか。いや違う。おい。ごめんな。え、いじゃなくて私のその結構あの気持ちあのたまに買い物行った時に一緒に結構なんか。 5万ぐらいとか買い物してる私に対して彼女はなんかこう言っても1着2着ぐらいでとどめる感じの買い物の仕方でなんかわ明らかに私の方がこう簡単にこう欲しいものパッパってこう買っちゃうタイプだったんですよ。あ ちゃんがそのお金を使うっていうのに何か心当たりがあるっていう話だったんですけどあ使うのにじゃなくてその保険とか年金とかにし家賃とかに払ってるっていうのにつながる話があって私昔会社に来たなんか保険会社の。 方がいてなんか保険をいろいろ今入ってる保険とかを見,な見直してくれてここの保証が足りませんねってアドバイスしてくれる方がいたんですねそれでその方に「誰かお友達紹介してください」って言われて私は T ちゃんを紹介したんですね。<ぁ>で T ちゃんもあ「別に嫌だったらあの無理に」とは言わないけどって。 言ってーちゃんがすごく興味を示したのでそのプランナーっていうんですかねそういう方のことなんかあの個別でなんかファミレスでなんか会ってなんか話をしてなんかいいそのなんて言うんでしょう積立年金的な商品があったからそれに入ったんだっていうのを聞いてたんです。はい 要は年金以外に、なんかこう、ある時払いでいいような、なんか保険。で。なんか、うん、あの、ある。のその満期が来たら、なんかこう。お金がもらえるよっていう。えっと、いや、な、保険を、高い保険を。うん、はい。入ったのかもな,かなって。思ったんです。うん、それで。うん ある時払いでもいけるんだよねっていう話をその時当時聞いてたので、うん、エイコのお母さんに借りた時の言い訳の保険とか、年金とか、家賃とかっていうのが、ああ、なるほどなって思ったんですよ。うん。でも年金と家賃は、それは何をしようが、普通にあるお金じゃないですか。発生するお金じゃないですか。 そうなんですそれあで保険も、うん、その保険っていうのはそのどの保険かがない国民年金保険まあでもその多分普通にね仕事してるから社会保険は社会保険で多分普通にまああのー、引かれるでしょうからか会社の方で。ってことはじゃあ保険いくらっていうのがもしあるんだったらそこでどっかで,でちょかちょっとごめんなさいねちょっとあのなんかあの。 ど,どこまでいくのかがわからないからちょっとこのあたりであの最終的に T ちゃんのお金の使い道はわからないですね。まま,あ、まあですそれでわからないはいからないですただ<ー> T ちゃんはちゃんと通帳はギャンブル用と貯蓄用にもちゃんと分けてたしギャンブルしとるんやんけ <laughs> 多<お>い <laughs> 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 で今までの話ね何が保険ギャンブルしとるんやんけそのその何でもでも<い>あの例えばですよそのたまに 聞聞 <laughs> 聞いてくださいいいいてててくくだだささますよあのティーちゃんと一緒にあの若い頃まあ、20代の頃 <laughs> あのパチンコ屋に2人で行ったことがあって <laughs>、はい、彼女結構買ったんですねそれで「<laughs> よかったじゃん」って言ったんですけど「<laughs> はい、えよくないよだってさ年金とか家賃とかさ」ってもう 右から左でこれこれは別にもうすぐなくなるお金だからって言,言われた時にいやこれが普通払わなきゃいけないお金だからそれが浮いてよかったじゃんって言ったんですけど、うん、なんかすごいそれもなんか負に落ちない様子をしてたので、うん、感覚的に彼女はなんか 家賃とか保,保険年金ってなんか払うことがなんか必要経費に入ってるっていう感覚を持たない人なのかなってなんか素直によ喜びがいいのになんでそこでわざわざ家賃とかも年金とかの話をしてかて。 た別に「勝った」って言ってもさーってなんかこう羨ましがられてもそこまでじゃないんだよねっていう雰囲気をこう出すのかななんでだろうってずっとこう思ってたんです、うん、私が勝手に推測するに彼女はなんかこう通帳は分けてるっていうのも なぜかというと、貯蓄が減るのは嫌だからっていうのを強調してたんですよ。それで貯蓄が増えていくのを見るのが,貯蓄が,貯蓄がおかしいんだよ、ね、楽しみで。いやいや、金返せよ。<laughs> <laughs> <laughs> 貯蓄じゃないじゃん。だから、総合的にまとめると、私が思うに、はい、自分の貯蓄いの 蓄を減らさないために人様から無利子でお金を借りて自分のそのこうなんて言うんだろう,こう決まった額を維持しながら生活を続ける人なのかなっていう思い方なんですけど友達別の友達は何かに使ってたんじゃないの っていう,う意見がもうバラバラ分かれて結局真相はいまだに分からないっていう話でいやいや、移りつきと、いや、問い詰めろ <laughs> <laughs> っていうか、それはだ、まあそか、ギャンブルとその貯蓄の通帳分かれてるっていうのは、普通に見たんですか見てないです。それは想像んそ想像ですか あ友達 T ちゃんがそういうふうに言ってたんです。ああ <laughs> と,ということはギャンブルに溶かしてるってだけでしょうんあの分からないですで、まあ。普通に考えたら その貯蓄ときっちりしてるを強調したいんじゃないですかでそれの苦肉の策,策みたいなようなちゅうかいやえち,ょっと、ま、ちょっと待ってちょっとごめんこんなこと言うとちょっとごめんな怒られるかもしれないけど登場人物全員どうしたん <laughs> みんなどうしたん <laughs> いやちょっとなな,な,なあの <laughs> <laughs> いや 正直な話そこまでおかしい人間にお金を貸してる人もどうかにどうかしてるよ。もう。うん、うん。でもうだからそ,そ,その他まあ言うたらそういう人芸人さんとかいますよ今だったら借金話みたいな、えーね、のでこうそれが一つ話題になって。 エピソードトークみたいなようなものがあって芸能人とかちょっと、まあ、クズ芸人みたいなこと言われますけどそれって一つの、えー、まあ笑いのポイントというかそういったエピソードがあっての、まあ、付加価値みたいなようなものを一個キャラ付けされてるっていうのはあってそれがゆえに売れてくみたいなのもありますけどその人はただ一般人だししかももう周りに迷惑かけてるし何なら友達の親とかに言ってるわけでしょ、はい、これはももううちょっとだからもううーん もう常習性が凄まじいししかもギャンブルやってるっていうのはもう分かってんだろうしそれなんかもうどっちかって言ったらそうしかも額がおかしいなことになってる可能性いくら借りてるとか,なんか分かんないですけどもうしかも最終的にそんな結婚式を言があってから2017年死を本命化したわけでしょ、はい、もうこれはもう, <laughs> もうどうしようもないじゃないですか。も手の施ししようがない状態ままでっって,しまって てると思うから、もうどっか公正させるためになんか手を打つっていう風にするか、まあもうそんなにもうお金を貸し続けるんだったら文句言っちゃダメですよね。分かってて、うん、<laughs> 分かっててお金貸し続けるんだったらもうやっぱ文句言っちゃダメな気がするけど、なもう面白がってんだったら、うんはいも、もうその事件以来。 あの友達もお金を貸してない,い,いしその関西時点でもう縁切ってるんですね結婚式呼んだ子は。それであのだから今つながってるのがあの心の広いえ子と、はい、私はあのちょっと距離を置いてましてティ、はい、ちゃんから。 ななんかか迷惑かなっていうラインが来たので、うん、ちょっとなんかいろんな疑問がある中で、うん、今まで通りにはちょっと話せないかなっていう返事をして、うん、そしたら「全部話すよ」って言ってくれたんですけど、うん、あの彼女はなんかそれっきりあの彼氏ができた で結婚してちょっと隣県に引っ越して離れてしまったので、うん、LINE しかつながってない状態で,、うん、でも,なもうんか私は話してくれるまでなんかこっちから連絡するのもなんかちょっと腹立たしいのでほっといてるんですけどでもなんかきり 切るに切れないっていうのは、なんか私のエゴで、なんか全部知りたいっていうのがあって。でも、多分はぐらかされるんだろうなと思いながら、今に至る感じです。な、なんで全部知りたいんですか。いや、みんなが絶対、これはなんか美容とかに使ったんじゃないかなに。やっぱ何に使ったんだろうっていう、みんないろいろ。思ってるところがあって。 でしょうね <laughs> ありますけどその2015年ぐらいにく車を新古車で120110万ぐらいでキャッシュで買ったって言ってたんですよ。<laughs> ああだからさっき言ったみたいに本当に、まあそ,まあ、その可能性もまあゼロじゃないかもしれないですよね。 やっといてそのお金に執着が過ぎて本当にそれを目減りしていくのがどんどん本当にお金が減っていくのがもう,う,もうたまらなく苦しいってい人いますし、はい、そういう本当にそれがちょっと、まなま、過去に何かあったのかもしれないですけどちょっとそういうこうなんていうか、ね、精神的なものというので<あ>そこで過去にはあります。 まあその過去どどうか分かんないですけ一、はい、回それでやっぱ減るのが嫌だっていうのでお友達にお金を借りたら借りれたっていうところでやっぱ常習化していってその親とかにっていうだからもう激化していってっていうとこでもお金は持ってるっていうのはまあ確かにそれはあるのかもしれないですよね。ははいいい言ってももおかししくないと思うしそういうそ人はでも絶対に んまあ、そそう友達とか関係性とか,なんかいろんなところがあってポンってすぐに切れるかどうかっていうところはもうた赤の他人だったらもうすぐ切れって言われるかもしれないけどまあなんかいろいろとあるんですかねわかんないけどまあでもあんま首突っ込まないほうがいいんじゃないですかそうですねだってその、はい、え,えっとりん、えー、さん自身はお金貸してるわけじゃないでしょ 回ぐらい貸した帰ってはきてるんで。もういいんじゃないですかそれで。私はいいんです。全部知りたいっつってたじゃないですか。知りたい知りたいっていうのはそのあれはどうだったんだろうこれはどうだったんだろうっていうところで疑念があるから友達と。 からその T ちゃんから連絡来て、あの、いや、待ってこられたんですけども、<laughs> あの、なんか、すっきりしないので、今まで通りの中には戻れないっていうことを話したら、向こうからじゃあ全部話すよって投げ出してきたので、うん あ、じゃあ聞かせてくれるんだと思って。あ、ティティちゃんがですか。はい。全部話すと。はい。それ聞いたんですか。あの忙しいとかなんとか言われて、二 <laughs> <laughs> 年ぐらい経ってます。二年忙しい人はなかなかいませんよね。ね、だからまあそういうことなんじゃないのっていうので、もうまあ、いうん。 まあ、いい俺はいいんじゃないとかって簡単には言えますけど、まあ、納得できないとは思うけど、はい、それでずっとなんかずっともやもやしてるのがね、まあ、ずっと多分どっか気持ちは悪いんでしょうけどうしこり残ったまんまなんでしょうけど、まあ、お金返ってきてるんだったらもう,もうそれはそれでいいんじゃないですか <laughs> 知らん、はい、そそうですねあの,、はい、あのん私は切ろうとは、まあ、思ったんですけど彼女がなんか全部話すからって。 でもなんか結婚するって決まってから <laughs> もう多分私はもういい,いいのかなってこう思ってあじゃあいいんだと思ってまあ自分からも連絡はしないようにしてます今は <laughs> <laughs> え結婚ってその T ちゃん,なんですか結婚したんです急に去年ええ <laughs> 結婚したの そうですそのはいあのしはいあの借金もきれいにせずお嫁に行きましたえーっとえええー、なええええええはえあええ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 えのええ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 え返済せずに嫁に行きました。 あのー、もう忘れろもう, <laughs> しあのもうここまで聞いてあれだけど知らんやん <laughs> もうどうでもいいくない <laughs> ねえ <laughs> いやまだ帰ってきてない人たちにとってはいやいやいやってなるかもしんないけどはい もうさいやあの生きてる次元が違う人だと思うからもう関わらなくていいんじゃないですかはい。もういろいろとなんかねまあお,お幸せにっていうねいいんじゃないかなと思いますけど。はい、はい、仏の A ちゃんだけが多分、はい、関わってるとは思いますけど。<laughs> 仏,仏なのかな 世の中にはいろんな人がおるでしょうけど、はい、<laughs> いやちょっと,ちょっと、まあ、登場人物がみんな大丈夫かなって思いながらちょっと話聞いてたんであのそれぞれがねなんかもうお人よしさんがいっぱいおるなと。多分私が思うに縁切った人はまともだと思います。 <laughs> まあ、まあそれが一つの手段ですからね一番わかりやすいはいうんだってそうしないとずっとなんかなんか,わかんない罪悪感の中あの生きてかないといけないんですよだってしなんかもし何かあったらどうしようっていうなんか鎖でつながれちゃってる状態じゃないですか死をつらつかせたりとか はい、そういうのってだからこっちの両親をあのー、人質に取られてるっていうかうんだからそこにつけ込まれたらもう最後ですよだからもうそこうるせえよ勝手に勝手に勝手にくたばれみたいなような人が多分まあ一番わかりやすいですよね、はい、知らん俺に関係あるかって私に関係あるかっつってバっていける人の方は はいうん、あのーまあ、まともかどうかって分かんないですよ。でもそれにまともに付き合おうとするのもうんなかなかねこの,この人をどうこうするっていうのは多分一概にはできないっていうか多分無理なので周りがどうこうしようとしたら。 多分お金借りられちゃうお,お金貸しちゃうと思うんですよね。うん、うん。あの「T ちゃんねあのこうこうこうだから」って「うん分かった分かった」って泣いたりとかそういう,こうので「じゃあ,あの本当にあの頑張るから10万貸して」って言うじゃない。<laughs> <laughs> いや分かったもう最後ねっつって出すじゃない <laughs>。<laughs> <laughs> すすれればるるほど向こううの術中にはまっってとというかうそれがずっとでしょもう、まあ、最近はないのかもしれないですけどわかんないですけどそこは。はい、だからもう関わらないのが一番なんでなんかいい何とかしようとして本当にどうこうする <laughs>、ね、したいんだったらもうこれはもう第三者を挟むしかないというか。 そういうこうカウンセリングをしてくれる人をもう間に入れるしかないですよね。はい、たぶんね本当にするんだったら。たぶんもう普通たぶん普通無理だから関わらないことがうん大事はい。怖い怖い。<の>も<う>私がお金を貸した理由っていうのは貯金額とか私聞いてたんで。 お金あるのが分かってたから返してくれるんだろうなと思ってその貯金額は本当にあるかどうか分かんないじゃないですか分かんないですけど、うん、でも一括で返してくれたのでいくらですか最初は30万ちょっとだったのかなトータル。えトータルいくらですかあの1回のお金があと 1回貸してって言われたお金が1回目に初めて貸したお金が30何万ぐらいでだから3回ぐらい貸してるわけでしょはいトータルいくら貸したんですかトータルはいトータルでもその後は <laughs> の <laughs> 知りたい <laughs> 知りたい情万と3万とかそんな感じですかト,トータルで4五5 0万ですかいやそ,そ,そん 四十万弱。四五十万やんけ。<laughs> <laughs> <laughs> まあいいけど。だから、それを一括で返してくれたんでしょそうです。<laughs> だから、まあ、お金はあるのかもしれない。まあ、それで、どういうふうな、ね、もまあ、い、もう、いや、もう、関わらなくていい、いいんじゃない。それはそれで。 まあ、もちろん本当にそれが知りたいんだったらその真相を聞くためにも,もっとねこう行けばいいと思うけどあのごめんもうもう聞きたくない俺この人の話この T さんの話もういい <laughs>、はい、<laughs> <laughs> 胸焼てくるわあ私も胸焼けしてましたごめんなさい <laughs>、うん、いやもう、まあ、ちょっとあ はい、これで終わりにします。一、ね、時間喋ってっからね。はい、すみませんでしたいや。あの、もう、僕はもう関わらないようにした方がいいですって言っておきます。はい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 、わかりましたお。お、気をつけてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、失礼いたします。はい、えっと、小学校の時に。っていうか、私が子供の頃に、私と弟と妹がいるんですけど。はい。 えっと、家にお雛様があったんですねはい、はい、七段飾りの。うん、で私の記憶としてはあのー、確か妹が生まれた時に女の子が二人になったから買ったんじゃないかっていう記憶なんですけどちょっと歳が離れてるので、うん、で、まあ、大事にあの飾ってでお,お友達を招いてお雛様パーティーしたりとかしてたんですけど。うん ある時、えっと、小学校中学年ぐらいだったと思うんですけど、うん、あの家にあの座敷って呼ばれてる部屋が奥にありまして、はい、その当時、えっと、8畳8畳か10畳10畳か,なんかあの昔のこう開け放したら二間続きのなんか。 えっと、まあ宴会とかお葬式とかできるぐらいの広さの2本間がが続いている部屋があったんですね、うん、でそれの奥の部屋に、あのーまあ、掛け軸とか掛,掛けるお部屋におひな様が飾ってあって、うん、でいつも干すまま閉じたりし、ままあ、開けたりしてるんですけどその手前の同じ大きさの部屋におじいちゃんの書庫が 一面に壁一面にあって、うん、そこはなんかあのおじいちゃんが近代小説の研究をやってたので、はいあのー、例えば芥川龍之介全集とか岡本加子全集とか<ー>なんかその,あのこうそういう硬いハードカバーの入った全集をざーっと並んでる鍵付きのガラスの何て言ったらいいんだろうかなスチールでできたよく。 博物館とかにあるみたいななんていうのかな、まあ、このガラガラガラってショ,ショーケースみたいなあ,あそうですショーケースみたいな書庫が二つ大きなのがこう二つ並んでて壁一面で、はい、であのおじいちゃんの大切にしているこの図書なんたちなので鍵がついてたんですね、はい、子供が開けられないように、はい、でまあそういう二間続きのお部屋の 前に廊下があってその向かいがお風呂だったんですよ、はい、で、小学校中学年の頃に一人でお風呂に入れるようになった頃に一人でお風呂入りに行くんですけどその頃はもうその部屋は真っ暗になってて、うん、まあ、お雛様も見えないというかまあ、まあ、怖いなあと思いながら入ってたんですよお風呂に、うん、そしたらあの奥の部屋にあるはずのお雛様の 3人勘定っているんですけど、はい、あの上から2段目に、はいえっと、左右が立ったおひな様で真ん中が座ったおひな様なんですけど、うん、左右のどっちかを立,ったおお立ち姿のおひな様が、うん、おじいちゃんの書庫のガラスケースの鍵のつ,ついてる方の、あのー、本の本の入ってない部分に立ってたんです。はい えおひなさまが移動してる夜にと思ってうもう震えながらお風呂入って<う>お風呂入ったらお母さんによって思って<う>で慌ててお風呂入って出てきて「お母さんお母さん」って言っておひなさまが動いてる動いてるっていうか動いた形跡がある別に現在進行形で動いてるわけではないので<う>移動してるよって言って。 言ってもなんかでも忙しくしてて母とか全然聞いてくれないんですよ、うん、父も、うん、父もなんかまあなことあるかいみたいな感じで,で <laughs> いやちなみにお寺ですよねお寺です,お寺です <laughs> でその時父はまだ幽霊を見たことがなかったんですあまだ <laughs> まあの出来事が起こる前あの出来事前ですもっと前です喫茶店か何かどっか行く前ですねその除霊に行く前です自分でも檀家さんで幽霊さんっていうかまあ亡くなった方を見る前の話でそんなことあるかいって言ってお酒飲んで寝てたんです で、母に言ったら弟も妹もいるし忙しいっていうのもあるから後で見とく後で見とくみたいな感じでごまかされて結局「あなたは早く明日も学校あるから寝なさい」みたいな感じで終わっちゃったんですよ、うん。で次の朝確認に行ったら元の位置に戻されてたんですよ、うん。あの戻されてたって戻ってたっていうか、うん。で あ戻ってるってでも、はい、もう学校行かなきゃってっ私もそこから忘れてしまって、うん、あれは何だったんだろうってもうそこから追求しようにもなんかその頃本当に家の中の家業がめちゃくちゃ忙しくて、うん、私も忘れてたっていうのもあるしまたきっと私たちがこう片付けとかしなかったからあのその頃の昭和の両親世代って結構脅すんですよなんか。 言うこと聞かなかったら鬼が来るよみたいな、ね、<laughs> ああいう風習があったのであそれの一環でやったなみたいなお母さんやったなみたいなぐらいでも片付けたんです私はね、うん、お姉ちゃんとして。うん、ででもきずっとその鬼ひなさまのことが気になってて、うん、であの妹と年が離れてるもんですから妹が中学上がった頃に私は元継いでしまって。はい、で でたびたびあの実家に帰省するたびにおひなさんどうなったって出してるって言ったら出してないとかもう出さないよとかもうあなたたち大きくなったし妹ももう成人したし出さないよみたいな感じだったんですね。うん、で随分年がたって、えー、2018年に大阪にすごい大きな台風が来たんですよ。はい、あの 関空連絡橋にあのあーバーンと船が当たるような、はいはいはい、車が通されてる映像とかありましたよねあの時になんか大阪とか、うん、まあ私その時は神戸に住んでたんですけどこう、はい、電柱とかもなぎ倒されるようなあれでも本当にあの家とか本堂とかも半壊全壊みたいになっちゃったですね。えー で今ちょっと建て直ししてるんですけどあのあまだ最中もうねあ,の、あのー、あれから何年経ってもまだブルーシートがかかってるお家もあるし屋根に。でその後にその何年か後に起こった地震で高槻だったかな小学校の子がなんか通学中にブロック塀が倒れてきて地震で亡くなったとかがあったので。えーはい なんかそういうい、まあ、お寺の兵も危ないって補強しなさいとか風から言われたり死から言われたりして今ちょっとこう補強工事とかやってる途中で、うん、結局江戸中期江戸後期から建てられたその家屋っていうのがもう壊さなきゃいけなくなっちゃったんですよ。<ー>ででも私はお雛様のまのが来ますので建物は仕方ない。でお雛様どうなったんかなってずっと思ってて「であれどうしたの?」って言ったらまあ あのー、ほとんどの家屋処分しないといけないから淡島神社に持っていったって言うんですよ。ほ<ー>でまあ大阪あるあるかも関西あるあるかもしれないんですけども人形関係は何せ和歌山の淡島神社に持っていく最終的には。うんうん、まあ、まあ、多分一番人形供養で有名な場所でしょうからね。<laughs> そうですね。一応なんかあの,尾屋の方はあの、まあ 瓦が崩れたとかちょっと雨漏りが程度だったので、うん、お人形さん自体にこう何か壊れたとかではないんですけど、うん、あのもう収めようってことになったみたいで、はい、結局収めたっていうのは聞いたんです。はい、でこっちに帰ってきてまたしつこく <laughs> あのまあそれは分かったと。 うん、でもあの妹があの,私の離れた妹があの事件を知ってるかどうか大人になって聞きたいと思って、うん、この間あのお寿司屋さんんに呼び出したんですよ、うん、私のオカルトのが最近あれなんで。で呼び出したらあのちょうど私の娘も東京から来ていてこうみんなで食事しようみたいな感じでちょっと空気を作ってから。はいはい 最近お母なんで昔「にお姉ちゃん何を」とか「<の>お姉ちゃん何を」とか「お母さん何を」とか言われたんですけど、うん、昔、あのー、<laughs> 奥の奥の部屋の座敷のおひなさんの3人館長がおじいちゃんの本棚に移動したこと覚えてるあんたちっちゃかったけど覚えてるって聞いたら「うん、あっ髪の毛伸びる人形のこと?」 髪の毛のベル、ひな人形のことをって意外な答えが返ってきたんですよ。ほうえ、髪の毛のビルいや、それは私は知らないんですよ。うん、そのそのことは、うん、で私が知ってる。おひ雛様は動いたお。お雛、うん。で、妹が知ってる？おひ雛様は？髪の毛のが伸びるって言うんですよ。<う> <laughs> え それに詳しく聞かせてって言って私がすごい熱入れたらね黙ってしまって <laughs> 合わせ合わせが悪かったな <laughs> バレたバレた <laughs> 聞き方がジャンキーすぎた <laughs> バレましたね <laughs> 逃げてきましたね <laughs> いやお姉ちゃんもうここでお店やしやめようみたいなことで、うん、でその妹の旦那さんもいたので、うん まあ、とりあえず私が知ってるのはどの人形かを教えてくれなかったですけど、はい、髪の毛伸びるやつやろみたいな感じで自然に帰ってきたのがもう驚きでへ、うん、そういうこともあったの私が嫁いだ後とにと思って、うん、先週 <laughs> 母にまた聞いたんですよ。うん、あの昔1回聞いたたけど、うん、私がお風呂にに入った時に あの3人勘定が「おじいちゃんの書庫に移動したよね」って言ったら「うち、ん、ではそういうことは起こらないです」って言って「一回も起こったことはない,ないよ」って言われて、うん、もう子供の頃あんなに脅してきたのにあのまあ母があのの1回目の凸で母が「島根」っていう話もしましたけど。うん 子供の頃に島根の山奥でお母さんはねタヌキに化かされたことがあるんよとかもう散々なんかそういうこと聞かせてきたくせに、うん、今なんかああいう不思議なことがあったよねって言ったら、うん、いや我が家にはそういうお話はありませんみたいな感じで先週 <laughs> あのー、きっぱりなんかこう取材拒否みたいになっちゃったんですよ。どうなんだろうな、うん、そのあたりは。で でなんか最後に言ったのは「うちにはおひな様が2つあったのよ」ってセ、うん、セット私はセットト私はだと思ってたんですよ、はい、妹が自分が買ってもら,えもらった記憶はなくて、うん、妹が生まれた時に抹茶町からやってきた人形っていうのがあって七、うん、段飾りがあってそれだけだと思ってたんですけど、うん、どうも私が生まれた時にそ,そう祖母 祖母の祖母祖母の母祖母祖の義母が <laughs> ごめんなさい <laughs> その祖母が買ってくれたおひな様がもう一体、うん、もう一セットあったっていうことが発覚したんですよ、うん、だからもしかしたらうんちょっとどっちがどっちって母がその現象を見てないとしたらわからないんですけど、うん、片方が動いて、うん、で私が嫁いだからそれはもう出さないようになって。 <で>うん、妹がいる間は違うやつが神が伸びたんじゃないかなっていうもう想像しかないんですけどうもうそこまでしかあまあでもうんーとーまあ真事実。 ねえ2つあったのとあと髪が伸びてるお人形さんもいたと、はい、いうことはねまあこう判明したわけでしょうからだ<う>かまあその <laughs> あのねえまあまああまりねまあ,あはなんか反応あったなって思ってもなんかこっちからガバッていかないようにね <laughs> あそういうことがあ <laughs> たんだねぐらいで <laughs> まずまず泳,あの泳がすといてで,、まあね、もでもう一回きりなまあ一回こうね出してて、うん、まあでもどうなんだろうな一 <laughs> 回そういうのでこうなんかこうねえガブっていっちゃってるから次どうなるか分かんないけど <laughs> まあちょっとねえまああの。そう 高,高級品で釣るっていうのも <laughs> まあもう,そもうそれしかないかもしれないでもつ寿司行ったんでしょとお寿司に、ね、思<司>ったんですけど、ね、寿司でダメだったんでしょ髪の毛伸びるっていうところまでですすで,<た>でその情報のみか割に合ってんのかな <laughs> 合ってないと思うんですけど。<laughs> まだいやあのまた何かあったら教えてねって言ってもうやんわり終わったんですけど何か思い出したら教えてねって。お姉ちあまあだ、まあ、からそのななんて言うんかなうーんこ,こう <laughs> 今ん you YouTube 今ね見てらっしゃるわけじゃないですか。 そうなねえだからそういうのでこんなことやってるよみたいなところからのそっちの方のまあいろんこ結構こういう面白い話もあるよとかでしかもお家がお寺さんなわけじゃないですか。はい、はい、だからお寺さんにまつわるようなお話みたいなようなので、はい、ちょっとこうそっちの方にちょっと興味を軽く持たせるみたいな。<laughs> 手法が、まあ、あってるのかどうか分かんないけどもそっちの方でもちょっとそっちそういう話に興味を持たせる方法もあるかもしれないですよね。<laughs> そうなんですね妹は YouTube の見方すらわからないアンドロング人間で。うん、で私が好きっていうのは 知っていてあの怪、ー、談、うん、も集めて集め始めたのよみたいなことを言ってるんですけど <laughs> 全然興味がなくていやそれはいやそれはそうですよ <laughs> もうねやっぱま,まだ言うとってオカルトだなんだっていうのはね <laughs> みんななんかこう心霊話みたいなドラマあなたの知らない世界的なようなものを見てた世代だったりすると思いますけど <laughs> それはそういう こうブラウン管とかそういうね昔の人たちはブラウン管って言いますけどそういうか向こうの世界っていう認識があるから自分の身内とかその近しい人間が階段を集めてるって言ってもう多分ね意味わからないと思いますよあんまりとならちょっとまあ弟住職なんでちょっと今入院中なので出てきたら聞こうと思ってるんですけど <laughs> いたわってあげて。<laughs> <laughs> <laughs> 退院したらいたわってあげてよ <laughs> いきなり <laughs> 今ちょっと洗濯物届けたりしてるからちょっとお姉ちゃんの言うことちょっとちょっと聞いてって言おうと思ってるんですけどなるほど、ね、まあでもお母はなんかそのお寺にまつわることを聞こうとしても小さい時には割とちょこちょこあなんか旦那さんが火の玉見たみたいよとか言ってくれてたのに最近なんかあのー。 我が家にはそういう言い伝えはありません」とか言うようになっちゃってうんまあだからそ, <laughs> そこら辺のその心情をまあ心の心が何か変わったのか私がどこかで喋ると思ったのかう, <laughs> うんまあどこか,かんないですけど。 うんあでもなんかこういうねなんかあの民話的なことは悪いことじゃないのよってもうお年寄りだからもう母には言って昔みたいに化かされた話とかもう一回言ってとかって言ったら、うん、島根の山でも化かされてはないとかね否定するんですよ最近。だかからちょっとなんか この娘はどこかで何か食べるに違いないと思われたえちょっとまあレレイルさんちょっと今あのー、好きがちょっと好きの度合いがちょっと超えてしまってるかもしれないので <laughs> あのー、ちょっと落ち着いた方がいいかもしれないですね。<laughs> そうですね。<laughs> ががっつやっぱほらがっつくと良い,いことってあんまないじゃないですか。<laughs> そうですね。<laughs> でな,<の>なんかまあ。うん 今ちょっとリアルタイムで呪物じゃないですけどあの今味買ってるものがあるんですよの多ん呪物コレクターの人だったら欲しいって言うかもしれないんですけど、うん、あのどこ青島さんでも断られたっていうものが <laughs> う,ちうちにあるんですよ。は でな,ぜなぜお寺にこれがあるのっていうものなんですけどね今ちょっとものの名前はさすがに言えないんですけど、はい、神社関係のあの狛犬ってあるじゃないですか、はい、外にある石,石で作った、うん、狛犬だったり狛狐だったり狛なんとかだったりその祀られてるものによって違うんですけど、はい、であちこちでなんか断られあの 何かでこうだから近隣の市町村でこ、あのー、それを処分しないといけなくなってでもそのお粗末にはできないから粟島さんに問い合わせたら断られたと多分多分種類が違うんだと思うんですよ神様の。うんであちこち問い合わせして仏壇屋さんとかもいろいろ手を尽くしたけども。 どこも引き取ってもらえないっていう駒なんとかさんがかにあるんですよ、うん、でなんか弟が「かわいそうやから」って言ってま,まあお寺やけど神社のものだけど置い,置いとこうって言って一応お酒をお供えして家の中にあの外にある,あるべきものですけど中に今置いてるっていうものもあるし、うん、あれについてもちょっと今ちょっとずつこうやんまり深掘りしてる。 <laughs> <laughs> もう何かは言えないっ,ってめっちゃ言ってますけどね。<laughs> そうだから「コマなんとか」っていう「なんとか」の部分は言えないんですけどあのいろんな動物がいるので,まあでもそれはあんまりポピュラーではないそ,それが分かったところで表に出せないであ,あでも外に出してたんです台風前は。いやいやいや話として。 そうですねで,で,あのでも全貌が分かっていいよって許可が出たら出そうと思ってますあの多分あの手放されたものなのでね <laughs> でうちでどこから来たのって聞いたらどこ,どこどこ市の山奥の多分個人の方が管理されてたものらしいっていうのは母から教えてもらったんですけど。 うーんあの別にうちに来ても触りが別にないし触りはないというか何も別に起こってはないのでは悪いものっていうか私はそういうふうに思ってないのでもし弟が「いいよその話出しても」って言ったらどういう経きでこれがうちに来たっていう話はまとめようかなって。 うん、と思ってますうん。はい何の話 <laughs> <laughs> すいませんおひなさまに <laughs> カンサ話をしてたのにちょっとがっつきすぎだな <laughs> ちょっとねあのまだかなたさんの怖い話を聞く方法っていう動画が見れずにいるのでちょっと聞く方法を見て学びたいと思います、うん うんいやあれはまたちょっと違いますからね <laughs> あれはもう全員がそういう<れ> <laughs> そういうのを聞かれる <laughs> 聞くっていうのがもう大前提分かってるところだからあれは全くもって役に立ちませんあそう、うん、だからあの何て言うんですかねだからまあほら好きな人に好きだ「好きだ好きだ」って言ったって無理じゃないですか。 自分私あなたのこと大好きですってなんで分かってくれないんだって言っているんです今。そうですね <laughs>、うん、それは分か,分からんわいって話なので <laughs>、うん、なので、あのー、もう、うん、そ,のそういうなんていうんですかね <laughs> まあ言うたら、まあのんけかのんけじゃないかみたいなような話になりますけどあれ聞き取り方法なんですねあそっかそっか。 うんまあ、もうどっちでもいいんですけど <laughs> あのー、うんあ,のあんまりそういうところにこういない人にがっつりいかないように、はい、あの余計嫌いになっちゃうんでそうですねうんまあちょっとまあまあ別に自由なんですけど、はい、何しても。 <laughs> <laughs> うんまあ,あの僕らはその、まあ、あんま別にその,その人が何かをやったって過程が、まあ、そこまでそんなに重要では、まあ、基本なないいじゃないですか、うんまあ、結果知りたい方なんででもそっちの、まあ、いやまあねいっぱい頑張って聞いたんですっていうのを聞いてほしいっていうのはもう気持ちはすごいわかるんですけど <laughs> あのすまあそ,そこに。 あんまり熱持たれてもねえって <laughs> な,なるにはなるじゃないですかそうですね、うん、一回一旦冷静になった方がいいと思いますよ <laughs> <laughs> そうですねなんかねはいあのねなんで今今大好きが先行してるかもしれないですけど <laughs> ち,ょっとちょっと落ち着きましょうそうですね、うん、まあ<う>でも長年のちょっと疑問はちょっと 半分あそうだったのねってそういう2つがあったのねでなったのでもこれはう、ねうん、まあ今そこまでで、ね、ゆっくりなんかそういうのでねやっていったらいいんじゃないかなと思いますけどね。はい、もう解決もしないですけど、まあ、和歌山の地であの癒されたことだと思いますので。う んでまあ動画のタイミングでもしかしたら何か聞けるかなっていう感じで少しずつねそうですね、まあ、まずまずちょっとょ、はい、興味を持ってもらえるように動いた方がいいかもしれないですね <laughs> 難しい <laughs> う,<ー>ん <laughs> うん、まあまあ、うんまあまあまああんまりあのわーって言わないようにした方がいいかもしれないですね。 そうですね、はい、よろしくお願いしますはいよろしくお願いしますまあ、はい、ミルクティーいただいてください、はいはい、ありがとうございますこれ私が十八の時まあ大学に入って間もない時ですねうん。にあのまあ経験した話なんですけどもはい。<coughs> あの私アーチェリー部に入ってましてほう。で 大学夏になると私が行ってた大学っていうのはちょっとこう専門的な大学だったので、うん、あの全国的にそ,のそういった大学を見ても、あのー、数が少ないんですよね。はい、で、あのー、大学間でも、まあ、交流を深めましょうとか、うん、あと、まあ、学生がそのまま社会人になった時にみんなそういった専門的な大学なので、うんあのー、職種がもうみんな 同じ職業に就くわけなので、まあ、だ学生のうちからも交流を深めましょうということで毎年夏になると、まあ、各地方からそういった大学のアーチェリー部とか集まって、まあ、体育会系がこう集まってそれでこう試合をするんですね、うんうん、で私、まあ、アーチェリー部その時私が大学1年の時は主観校が福島の方の大学だったんですよ、はい それで、えーとまあ、福島の方で主催するわけですから、まあ、福島の方でまで、あ、試合会場があって、まあ、試合前日にそこの福島の方のまの、あ、向こうが用意したホテルに行ったんですね。うん、そのホテルっていうのが、えーとね、ちょっと名前があんまり思い出さないんですけど、バンダイなんちゃらグランドホテルっていうところだったんですよ。うん、でそこにまあついて まあ試合前日ですから、あのー、食事、まあ、各大学が集まって食事をして、でまあ、オープニングセレモニーみたいな感じのものをこうやってで、一通り食事が終わった後私その部活私、同期の部活の仲間と食事を終えてから、お土産屋さんに行ったんですよね。うん、で、お土産屋さんに行ったら、 あの他の女子部員たちとかもいて、うん、みんなでワイワイだらだらとこう <coughs> お土産をこう物色してたんですよ、はい、そしたら男の先輩がすごい嬉しそうな顔をして走ってきて「はい、でおいお前らちょっと来いよ」って言われて「うん、何ですか?」って言ったら、うん、そのホテルにあのー、秘宝館が併設されてたんですね。 で,でまあ批感官行ったことはその当時はじゃなかったんですけども、うん、あのまあなんとなくどんなところかっていうのが分かったんです分かってたんで、うん、えこんなところにホテルにこういうのがついてるなんて珍しいななんて思って、うん、でその時お金を自分で入場料を払ったのかそれとも宿泊してる人はただだったのかは分からないんですけども。うん とにかくみんんなでで入ったんですよまあその時女子もいたんですけども、はい、でどんなエロいものなのかと思って中入ったら、はい、あのほぼギャグなんですよねあれってそれであのー、まあみんなでこうゲラゲラ笑いながらこう見て回ってたら女子グループと男子グループに分かれて、まあ、別々のこの展示物を見ながらゲラゲラ笑ってたんですよ。うん、そしたら まあ私女子グループどこ行ったのかなと思ってパッと見たら女子が展示物のそのガラスのこうケースの中のものをこうみんなで囲んでわーって見てるすぐ近くに結構なおじいちゃんがもう頭がはげ上がってるごま塩頭のおじいちゃんが浴衣を着て近くで立ってるのを見たんですね、うん。であれと思って見たらそのおじいちゃんその女子がその ガラスのその展示物にこう釘付けになってる後ろに「おい近い近い近い」っていうぐらいびったり貼り付いて満面の笑みを浮かべてるんですよ、うん。はい、でうわ気持ち悪いと思って先輩こうつついて「あれ見てください」って言ったら先輩もちょっとおかしくて笑いながらちょ,ちょっと見てようぜみたいな感じの雰囲気になってさすがにそんだけ近く近づくと。 女子部員も気づいて、うわって顔をして、女子部員、さーっと違う展示物の方に行ったんですね。はい、そしたら、その後をまたついてって、またビタッと張り付くように、満面の笑みで近づいてくるんですよ。うん、もうその、その姿を女子はもう警戒して見ているので、また来たと思ったんでもう耐えられなくなって、うん、私たちの,あの男子グループの方に走ってきたんですよ。うん、そしたら、 そのおじいちゃん仲間がいる男の仲間がいるってことに気づいて、うん、あって顔をしてさっっっと先の方に行っちゃったんですね、はいでまあ、うちらはまあそれをこう見送りながら笑って、まあ、女子部員をからかいつつ、うん、あのその秘宝館の中最後まで見てったら出たところがアダルトショップになってるんですよねそこって。 それで、まあ、いろんなこう商品が置いてあるところでうわすげえとかって言ってみんなでこう見て回ったら、あのー、そのおじいちゃんがめっちゃいろんなものをこう見て回ってるんですよ。うん、でそれを見てまたうちらがクスクス笑ってたらそのおじいちゃんが会って気づいてまたそのお店を出てっちゃったんですね。でまあ私たちもまあそのお店を出てもう明日試合だから。 自分たちの道具とか全部チェックとかちゃんとするんだぞって言われて別れたんです。はい、で私とあとはその同期の男子部員とまあ同じ部屋だったので部屋の中に入っていろいろと中をごちゃごちゃやって風呂入りに行こうぜって言って風呂に入りに行った時にあのまあ脱技場で服を脱いでシャワーで体流さないとと思ってこう見回したらそのおじいちゃんがいて。 満面の笑みで、うん、孫の背中を流してたっていうそういう話なんですけども、ま、孫そう孫の背中を流してたんですそれを見て同じ笑顔だったのでちょっとめちゃめちゃ気持ち悪っと思ってだっていうそういう話ですまあ,あ,あ何でもいいっつったけどはい <laughs> ごめんなさい <laughs> 何でもいいって言いましたからねさ、はい、からどしもネタぶっ込んでくるとは <laughs> <laughs> もうダメだな <laughs> ごめんなさい <laughs> <laughs> そうですか まあね今非報感なんてないですからねほぼほぼ、ね、絶滅危惧種ですからね、はいまあ、そういうところにはまあいい生きてる人ですよねその人はあ生きてました <laughs> <laughs> まあ平和でよかったで平和なのかなそれは平和だったのかな うん、あまああの大浴場にいて、まあ、体を洗ってたらその孫のお父さんも一緒に風呂に入っててすごいこうなんかこうまあ時代が時代ですからねはい、まあ、そういう, <laughs> そう、まあ、いいある意味いい時代だったのかもしれないですね あ、そうですね。うん、はい、そう捉えていただければ。そう、そう, <laughs> うそう、そうしときます。<laughs> <laughs> ありがとうございます。お釈迦様お疲れ様。いいえ、ありがとうございます。はい、はい、失礼いたします。<laughs> ちょっと前にえっとお母さんがあのりを飛ばせる方のお話し,したじゃないですか。うん。はい。で、そのえっと息子さんがまああのタコってあだ名の 息子さんがいるって話したじゃないですかあーなんかはいはいで <laughs> その人の話なんですけどうんえっとその人一回自分の有責で離婚されてるんですよねうんで離婚した時にその有責だから全部奥さんに物家とかなんとか全部あげてで自分の身一つであの一人暮らしを始めたらしいんですはい それで一人暮らし始めて1週間か2週間かした日の朝、うん、あのまだコンタクトもはめてないような状態でもう全然何も見えないような状態でとりあえず半磨こうと思って半磨いてたんですって、うん、そしたら口の中にちょっと変な違和感があったんですって、うん、でなんかまだ買ったばかりもう引っ越してその時に買ったやつだから。 買ったばかりの歯ブラシなのにブラシの毛抜けたのかなと思って、うん、口から出してよくよく見てみたんですって、うん、そしたらブラシに3 0ンチ以上の長さの髪が絡まってたんですってうんはいなんでそうで引っ,越引っ越してきたばっかりで12週間しか経ってなくて女 離婚したばっかりだから女なんて呼んでもないし、うん、お母さんとも喧嘩中ですから自分の有責で離婚して、うん、お母さんのお怒りを買っちゃってますから、うん、来るわけないし、うん、歯ブラシだって買ったばっかりなのに、うん、なんでっていうお話です。うん <laughs> <laughs> 許されてななない…ことのかかんだからどっちか分かんないんですよこの話そのいやでも、ね、いやどっちかっていうかいやそれは人の方だったら相当やべえようんけどまあそういうねおオカルトであってほしいタイプそうそうですね フいやまあそういうやつだからまあうちらはなんか忍び込まれたんちゃうんって話もしてたんですけどえっでも鍵はわかんないでも女の執念怖いからねいや女の執念怖いからで入って OK ではないですから。 まあまあまあそうですけど、はっ <laughs> ち,ちゃ飛べだけど、そ,そ,それでもそれ,でもそれはないと思うよ。だってそれでもしバレてしまったら、あのよっぽどまあそれでうんななんかまり離婚してるわけでしょ。離婚はしてますね。もうそれはもうけけもうそれいろいろもろもろ終わった後の話ですよね。そうそうそうですそうです。でも離婚してみ一つ綺麗になっ で一人暮らし始めた時の話なんででもこれもし言ったらそっからまたねそのいろいろなことで揉めるわけじゃないですか、はい、もしまあそれが犯罪だったらね揉めますね、うん、確実にだってもし入られてたら犯罪じゃないあそうですね、うん、しかもそれでこう、まあ、精神的なところもあるし、はいはい、まあここい,い,ろんなんかいろんなもん重なりそうじゃない<笑><笑><笑>、まあ、こ,こまここまごま こ、こまごまが。うん、うん、なまあ、でも。そんな、わざわざする。しないと思う。普通、考えたらしないですよね。けど。リスキーリ、リスクが高すぎる。うん。しかも。え、慰謝料的なようなとことか、もあ、いろんなことが、で、もう終わってる。 かな,あなんかなんかもうほんと自分が悪かったから言われるままに全部置いてきたらしいんですよ。はあ、あの家も全部渡しちゃったし、うんはあ、そのお金もなんていうの普通に慰謝料も払ったし、うん、もう言われるままにパッてやったらしいんですね。そこはなんか潔いんだか男らしいんだか知らんけど、うん、やったらしいんですね。うん、<laughs> だから すんなり終わったらしいんですよ、うん、離婚裁判にしては、うん、だあっちももうなんか再三浮気されてでもうもうやってけんって言って別れたやつらしいんでうん。もう見込みもないだろうそ,それそれその状態で それはしないでしょう。だってリスク高すぎるし。ただから奥さんはしないと思いますよ。奥さんはね。お母さん？いや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 そういう人だから、他に女いっぱいいるから。うん、今まで痛い目を見せてきた女がいっぱいいるから。うん、ああそのほそのほか？そうそのほかが多すぎてわかんない。 そのほかはでもそのほかだった場合じゃあどなんで住んでる場所知ってるのよとかどうやって入ったのようになるよまあそうなんですけどでもその人ちょいちょいストーカー被害があうのでなんかその遺体系女子に手を出す率が高いらしいんですねバカだから。まあ <laughs> 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 うん。まあうん そっちかもしれないしなそ,その人じゃないものなのかもしれない。というかなんか色心当たりが多すぎていちょっと意味わかんなくなってるかなそうですね多分。がんか誰にも追求できなかったらしいんですけど。<laughs> ああなるほどね。いやまあでもどっちにしたって自業自得なんだろうからまあ特に。 なんかね同情の余地ないななないなって同 <laughs> 情の余地ないなっていうとまあだから逆にそう,そういうまあこういう言い方変かもしれないけどそう,そういう人のを、まあ、どうこうしたいがために自分が罪をね犯すっていうのってなんかよくわからないじゃないですか。 うん <coughs> そうですねうんだからちょっとねあのまあどっちかっていったらオカルトチックの話なのとかの方がまあでも平和ですよねまあ平和<に> <laughs> そうね <laughs> まあでもそんなことあんのってなるしうん、ななん,なんなんななん、ん、でしょうな、うん、ちょっとだからまあこれすこれは まあ、今後なんか展開があるかもしんないあもう何年も前ですよもうその人この間再婚したばっかりであそうなんだそう前に結婚したの10年ぐらい前っつってたから、えー、あそうなん、ね、だからもうやっちゃダメっていう今しめですよねあまあまあまあそうなんでしょうねてくれればいいんですけどね、それって <laughs> まあでも時間経ってるわけでしょ もう10年以上前なのでま,まあまあまあ懲りてるんじゃないですかわかんないけどわ、ね、<laughs> からないですけどバカですからねバカはずっとバカですよ <laughs> <前> <laughs> 案外<に>、うん、まあでもなんかま,なんなまあでも絶対に守らなきゃいけない存在とかができたらまあわかんないですけどねそこはもうそうですね やっぱ腹どっかで腹くくったらもうガラッと変わる人も,もう全然いますしね。うーんなのでまあその辺りはもう、まあ、時間も経ってるんだろうからまあそんなことは、まあ、痛い目見たんだろうしいや、も,うもし俺歯磨いて髪の毛巻きついてたら <laughs> まあ心当たりがあったとしてですよ。はははいはい、はいちょっと もう,いいもうと,とりあえずなんか自分の身を清められるようなことは全部わちか右霊にはしようかなと思うと思うけどななんかすごいいろ,いろんなところに<な>頭下げに行こうかなとかって思うかもしれないなんか血の気が引いてその当時の ちょっとなんかこの子かなっていう遺体系女子のところに軽く探りを入れたらしいとは言ってたんですよねあまあでも多分そう <laughs> そうなると思いますけどねうん探りっていう,んね、うやってたとしてその子はなんかずっとボケるじゃないですかで遺体系だからあんまり深くも突っ込みたくないしみたいな感じでうんで遺体系っつったっていやその男も痛いんだから <laughs> <まあね笑>誰が言うとんのんじゃいってなるし <laughs> まあねうん七股だからタコだしね <laughs> だからまあま,まあ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 でもどっちなんだろうねってそれでどっちなんだろうっていう選択肢になるっていうのがすごいけど <laughs> そうですよね <laughs> どっちでも怖いけど、人コアの方がよ、より怖いかな。うん、どっちかって言ったら、みたいな。オカルトの方が平和ってなかなかないですからね。そうですね。ぜひ心霊であってくれって。ば <laughs> なかなか考えられないですよ。そうですね、うん。その状況まで。やっぱこう、突き進みすぎちゃうとね。ね<ー>。やっぱ良くないから。<laughs> そうおばけおばけわろとけわろとけで流すのが一番よよくないですねあのいは息子の鼻息がプチトマトにごうがすごいグフグフ言ってるから構ってあげてくださいありがとうございますありがとうございますえありがとうございました頑張ってくださいはいどうもですはいありがとうございます佐藤が私結婚してるんですけどはい うんと里が京都で岐阜に突いできて、うん、もう何年か経つんですけど、はい、えっと両親私の両親がですね、うん、私の両親がちょっと父が認知症になって、はいでね、母がちょっと多重に。 ちょっとまあ重いわけじゃないけどまあ病気を持ってるので私たちアパートに夫婦で住んでたんですけど家を買ったんです<う>で父は施設にちょっともう徘徊があったのでうんヘルパーさんがもうちょっと警察とかにお世話になってたんでね京都の方で徘徊してたんで、うんうん、危ないということで。はい まあ、あのお、ー、泊まりになる施設と供養に入ってもらってるんですはあ、はあ、でまあ母と今夫と私と子供いないんですけれども3人で住んでる状態なんですけど、うん、でお家がですね玄関が吹き抜けになってまして、うん、でちょうど吹き抜けの2階の部分 あのー、窓がちょっとね、あのー、開かない照れが届かないような窓ってあるじゃないですかおしゃれ1人のおしゃれ窓みたいな感じで2枚ぐらいこう貼ってあるんですよ、うんうん、で少した当初はんか気にはならへんかったんですけどうん,うんあの何、ー、かねその窓から窓が左やとすると。うん で左から右に、あのー、いろんなもなんかたまに開けてパッと見て通ってなんか通ったなっていう感じがあるんですよ。はいうん、で私あの幽霊見えるとかそういうのはあんま信じないというかまあ、うん、旦那さんは見えるから。 見えるって言うらしいんですよ。うん、なんか。うん、嘘とか知らんけど。うん、で、あのー。そういう心霊系は見るなって言うけど、私はめちゃくちゃ大好物なんで、見るんで。ほっそり見てるんですよ。<laughs> だから消されたのか。うん、そう。<laughs> <laughs> なるほど。なるほどね。判明しましたね。うん でまあその通っていくのが結構おもろいのが結構あるんです私はそんしょっちゅうそういうものは見ないんですけどあのたまにちょっとそういう幽霊は幽霊って言わへんから幽霊かわからへんけれどもなんかそういうピーって通っていくから、うん、うわおもろおって思うんですよ。うん、で左から右にしか行かないし。うん 家にとどまらないんですよ。はいはいはい。あのー、金太郎飴ってありますよね。はい。あのー、ずっと同じね。そう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 。うん、それでこう作る工程の時の太いやつあるじゃないですか、ね。<laughs> 伸ばす前のやつね。そう,そう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 。飴重ねていくやつですよね。そう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 そ,うそのおもろい断面が顔にまだなってるやつあるじゃないですか。不気味な。はいはいはい。 あ,あはいはいはいあのー、機関車トーマスブサイクでしたみたいなやつ <laughs> いや機関 <laughs> まあそういやまあそ,そもそもあのこう一番端っこでしょそう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 ,そう雨の端っこの部分でしょもうそう何が出来上がるかもよくわからんうそ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 んそう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  けど、ドロンとしてるー。むにゅんとしてて、長くて。気持ちが悪いな。気持ちが悪い。もうウィンナーみたいなんですよ。うん、<laughs> で、でも、顔はくず崩れたトーマスなんです。うん、で、ちゃんと目みたいな部分があるんですで。でも、さすがに何回もちょっと見てるからつ、ついにそれは笑っちゃったんですよ。ああ<ー>、<laughs> 指さして、うん、う,うわ、ぶっさって言ったんですね、私の思わず。口悪 <laughs> <laughs> 思わずね思わずねちょ,ちょっとねそ,、まあ、そんなこと言うとあかんなと思ったんやけどぶっさんっんいい時やったから、まあ、気抜いてたんですよ、うん、ほんでほんならその黒いとこの目みたいなのが、うん、ぎューって私の方を見たんです、はあ、うんほんで「うっせーな」って言ったんですよ <laughs> うっせえはうんうっせえはいいよあアドやったんかな分からんけど <laughs> <っ>まあその崩れたトーマスがそうギーッと目見て私の顔見てうっせえなって言ってから、うん、ギーッてゆっくり顔を戻して今度また左から左に右,右にいたのが左へふすーっと抜けたんですよ。うん、でまあそれ結構印象深いのが まず一つともう一つだけあって、うん、えーっとね身長が5 0ンチぐらいの,、うん、あの棒人間みたいな真っ黒なんですよ。うんうん、細いんですすすけど足がもすぐ太いんです、うん、で黒い体からあの右に走っていく時にちょっと真っ黒クロスみたいにこうん、ちょっと。あ 黒い粉が、ちょ、ピピピピピピピって飛んでたんです。うん、で、その足のストライドが、すごい。なんか。ボルトみたいに。すごい走り方で。ウサインボルウサインボルトってこと。ウサインボルトみたいな棒人間が。粉、黒い粉を散らしながら。 左から右に走って行ってたんですよ、うん、あの人速っって言ったんですけど、うん、まあ無視されていったんですね。うん、でまあ昼間は少ないけど夜の方が多いんですけれども、うん、でまあああなんかおもろいのが通っていたなと思って、うん、でうちのお隣さんがあの奥さんちょっと年いった奥さんが。うん 娘さんがもうなんていうかね結婚して、えー、と別なとこで、えー、とお子さん2人でいて旦那さんと4人家族が住むことになったんですね、はいうん、ほんならあのちょっと改築とかリフォーム工事して、うん、お,子なお子さんが遊びやすいまだ小学生やからなんかバーベキューできるみたいなすごい庭広いから。はあはあ うん、あのそういういに工事しちゃったんですよ、うん、それであのお子さんが来たらその走っていくやついなくなったんですよ誰も。うん、うん、で私も右から左がずっとそうやったからまあちょっと気になって地形で見てみたんですよね、うん、うちね私こうしてきたばかりやからよくわからへんくって。ん、はい、ならため池が 大きなため池があるんですね目の前に、はい、その向こうにちょっとなんか祠みたいな入ったいかんような神社みたいなとこがあってちゃんと墓地があったんですよ、はい、その先にきれいに病院があって、うん、であの方向的にはなんかそっち方向が彼らは落ち着いたんかなと思って左から右に行くとそういうため池の方向があったんでなんかそっちの方を目指してみんな走っていっトーマスも走っていたから。<laughs> <laughs> トーマスではないと思うけどアド歌いながらね、うんうん、それであのー、まあそういうことやったんやろうなと思ってでも隣にあのに賑やかな家族が来たら、あのーまあ、そういうのがいなくなったっていうそういうお話です。うんあ,あ隣に来たら お隣さんに子供がお二人来たらなんかにぎやかになって「よう」の気がこう待ったんかもしれないけど、うん、なんかいうとマス少なくなったですね。<laughs> そっちに行ったってことはないんですかねあそれは聞いてないしわ <laughs> <laughs> からないですけど <laughs> <laughs> うんわからないですけど <laughs> <laughs> まあねえそ,それしょっちゅう出るわけではない しょ,しょっちゅうですかああねトーマスキューうのはなかなかですけど、うん、あのー、真っ白で顔顔のね横顔だけがねお能面みたいなやつ、うん、お面みたいなやつ、うん、がずーっと音もなしに通っていく時もあるんですよ。 あのー、まあ私自分の脳も疑うじゃないですかそうなると。でも他のとこ行った時にもそういうのを見るって言ったらそんなことはないんですよだからまあここだけきっとなんかいわゆるなんかよく言われる霊道、うんうん、みたいなよう分からんけど。 あのー、なんかそういうようなことを言う人たちがい,いるけどまあそういうやつやったんかもしれないですね。まあでもそんなドロ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 っていうか,なんかドロッとしたぐちゃっとしたようなのとかって、うん、まあ別にまあ何かしてくるわけではないんでしょうけど何かしてくるっていうか、うん、もうそれもないんです。 基本的には喋ったのはそれだけで,ですっ、ね、うん、<laughs> うせえなと <laughs>、うんまあでもまあ「<う>気象とか言われたらまあそう言われるのはまあ仕方ないと思うけど例えばって言われて「喋 <laughs> りよったこいつ」と思ってあまあでも一思 <laughs> まあそう見え、ね、明確にそう見えてるのとかはね勘違いじゃないですからね。 うーんまあねそうねねなんてもうそう<れ><の>相は燃えないんやけどなみ見間違いだなんだとかのねえ息越えてるから、うん、まあ、とはいえねなんそもそもな何よって何の、うん、<laughs> 何のねえ意味があって そう何かそう,そういうのが出るきっかけがもしかしたらあったかもしれないけれどうん何故ここに出てくんのよとそう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 それはありますねああい全く意味わかんないですから、ね、<laughs> 意味わからんですねうんまあだからなんかね丸大ムみたいなご成分の丸大ムみたいなのがブ <laughs> ーっと通ったりするんですよ <laughs> <laughs> 肌色やなって思うんですけどね うんなんか<ー>うん0な <laughs> な, <laughs> な,なまあいや人だったらいいですけどうううううん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 、うん、ちょちょっとで、ね、形が異様すぎるのがねいっぱいなんかいっぱいうんうんうんうさインボールトとかでもかっこよかったでしょなかなかいいストライドでうん全くは全く想像つかないですけどうんまあ私もあ これを言葉で言うのは難しいなと思ってちょっと突然結構悩んだんですけどまあまあねでもまあそういう状況でもいなくなったんだったらまあよかったよかったなんでしょうけどまあ隣に行ってるかもしれんけど <laughs> まあだそそれがね、まあ、か確認し,しようがあるのかどうか分かんないですけどうーん,うーんそうなんですよでも最近出てこへんからもういいかなと思って静かなった。どっかに てくれてんのか、まあ、み、ただ単純に見えなくなったのか。うん、うん、そうかもしれないんです。わかんないですけどね。うん。うん,うんいや。ありがとうございます。<笑><笑>なんか。<laughs> しょうら。そう、いや、まあ、な、なん、ねえ。あのー、まあ、凄まじい昔からある古民家とかだったら。 うんうん、うトトロのあんなお家しいなのかしらとかも思うけどねえマクロクロスケが住んでるような家やだね,ねうんなんかあるのかもしれないですけどねうんはま,また何かありましたらよろしくお願いいたします。はいありがとうございます。失礼いたします。はい待ってください。ます。えっと先ほども。 あの岐阜県のお話があったと思うんですけれどもあの岐,阜岐阜県でしたよね先ほど私も岐阜県で経験した話になります。<う>えー、私あの山登りが好きで、うん、あの岐阜県というか長野県に大きな山がありますので、うん、そちらの方に先月、えー、登りに行きました。<う>ね 結構大きな山で穂高って言うんですけど奥穂高と前穂高って言うんですけど前穂高の方を登って、うん、奥穂高の方に登るというコースで行きました。で、えー、と結構まあそこそこ辛いコースで、うん、前穂高に登ると割とヘトヘトになってしまう感じでその段階で大体もう、うん、えー 5時間ぐらいいは歩いてる状態なんですね、うんはい、なので山道なので、はい、あのお腹も空いてるし結構疲れてる状態なんですけど <laughs> はい、はい、でその頃になって私一人になってしまったんですね、はい、土曜日にもかかわらず土曜日なので前穂高に行くまでは割と周りにいろんな登山者の方がいらっしゃったんですけど。うん、前穂高という山を あの過ぎた辺りから1人になってしまって、うん、えと前穂高から奥穂高にあの行く道の岩の顔料の道のところですね、うん、あの全然人がいない状態で、まあ、すごく綺麗なんですけれども何、うん、でしょうかっぱ橋の方とかが下の方に見,見れてすごく綺麗なんですけど1人になっってしまったんですね、はい、でその時になんか後ろというかすぐ近くで「どちらに行かれるんですか?」 って聞こえたんで,す、ね、<う>であの一人なのでちょっとおかしいなと考えたんですけどちょっとそ,その時はなんか正常バイアスが働いて、はい、あ多分こう空気も薄いし、うん、もしかしたら前穂高今過ぎたあの山頂の上にいる人たちの話し声が聞こえてるのかなでそれが耳元に聞こえたように聞こえたのかなお腹も空いてるし疲れてるしそんな風に聞こえちゃったのかなということを考えてたんですけど。<laughs> はい あの顔料の山って道筋を示すためにこう白いペイントみたいなもの,のバッテンとか丸の、まあ、山によって違うんですけれども、はい、岩の上にこう目立つような道筋をつけるような印がついてるんですね。はい、の印を目当てにしてこう歩いていくんですけど、うん、あのその印がちょっと 次どこだって分かんなくなっちゃったんですねその声を聞いた後に。はいはい、であれどこ次の印どこだろうと探していたら、うん、あの崖の向こうに丸いペイントを見つけたんですよ。ちょっとこう崖をあの横ばいにして難しい でしょうね、む難しいトラバースをしなければいけないっていう言い方するんですけど難しいステップを踏まないとそこにたどり着けないようなところに「丸があったんですよ、うんえ。こんな難しいことをやらせるコースだったっけと思いながらもなんとかそっちの方に行ったんですけど結構それも怖くてな,なんでかっていうと私一人だけ,だけじゃなくて私プラス なんか10キロぐらいの荷物って大体登山者の人って背負ってるじゃないですか。はい、あのそれもあってで結構崖のステップ怖いところを踏まないとあっちに行けないっていう状態をこういい行くのちょっとやだ怖いなと思ってそこの岩のところであの丸のところに行くのかと見ていたらあの岩場の陰から、うん、なんか人の。 子供の声みたいなのが聞こえて、あの何て言ってるかわかんなかったんですけど、はい、ちょっと楽しげそう。楽しげな声が聞こえて、はい、こちょ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 ってなんかなんか言ってるなと。私は聞こえたんですね。はい、でもその時もなんか正常バイアスがかかって、はい、あれ湧き水この辺にあったかなとか考えてたんですよ。湧き水岩の間から湧き水かなとか。 ちょっとずいぶん湧き水にしては高いところにあるなと思いつつそれを頑張ってその岩を越えてあの次の丸のところに行こうと思ったんですけどでそのまま成功してあの次の丸のところだと思ったところまで行ったらその丸がなかったんですよ。その丸印のに向かって行ってたはずなんですけど丸印がなくなっちゃったんですね。 はあ、なので多分私の見間違えだったのかなと思ってはっと足元見たら、うん、崖なんですよ。全然もうここから先どこにも行けないような崖になっていて、うん、あのあこれやばいやつだと思って、うん、こうもっと来た道を戻って、はあ、あのこちょこちょ声が聞こえたあの大きな岩も。 あもう頑張ってまた越えて<う>で元のところに戻ろうと、まあ、だから前穂高の近くの方まで戻っていこうとしたんですね、はい、そしたらやっと他の登山者の方があの今度は逆から来てる人ですねあの奥穂高の方から来てる人たちがあのとすれ違うことができて、はい、でその人にど「どこ行ってるんですか?」って「そっちじゃないですよ穂高」ってふうに言われて「あ <laughs> そうですよねそうですよね」って言って。<う>あの もう奥こっっち上がってきてくださいっていう,ふうに言われたんですようん、うん、なのでちょっとなんか一番最初に聞いた男性の「どちらに行かれるんですか?」って声とあと岩陰から聞こえた子どもの「こちょこちょ」っていう声も、うん、あのもしかしたら何か怖いものだったのかもしくは単純に私がめちゃめちゃ疲れていてお腹も空いていて何か変なものを感じちゃったのかなと思って。 いましたでプラスさっきもなんか岐阜県のって話があったんでこれも岐阜側の山の話なので、うん、ちょっとつながりがあるかなと思って面白いなと思ってお話しさせていただきましたありがとうございましたは、まあでも山を登るっていうことにはまあなある程度慣れてはいらっしゃるわけでしょあそうですねあのー、これが初めての高い山ではないです。ですよね。はい、でもちろん まあ、歩いてりゃ疲れる、まあ、どんなに慣れてる人だってやっぱり歩いてりゃ疲れると思いますしお腹もねすくと思いますけど多,多分そ, <laughs> そこぐらいなんじゃないんですそんな経験って。あえっ、ー、とそうですねあのめったにこういう経験はないんですけれども、うん、あのまあよく山の。 階段みたいな話も聞きますしす、ね、私自身ではあともう一つあるんですけどこれって多分他の話になっちゃうんでちょっと1個っていう部分なので山はでも比較的不思議なことは起こりがちであのそれって私いつも面白いなと思うのは本当に山のせいとか神様がいてそういうことをやってるのか、うん、もしくは、まあ、人間側の状態あの空気が薄かったりとか地形が違ったりとかそういったことで 人間側が、私側が何かこう普段と違う状態で感じているのか、これ、あの、うん、どっちか言えないところがちょっと面白いなと思ってます、うんまあ、ちょっとやっぱ、い2000メートルとかね、超えてきたりとかすると、どうしても低酸素になってきて、ちょっとこうう、ね、幻覚、うん、でもそれで高酸病とかになってくると、どうしたってその別の症状が出てくるじゃないですか。そ,そうですね頭が痛くなる方とか多いですね。ねえ で、別で幻覚見たりとかってのもあるんですか。幻聴とか。えっと、幻聴はさっきの、あの、人の。はい。男性の声と、子供の声、ですね。はいうん、幻覚は、あの。まあ、別の山で、あの、なんか天狗っぽいもの見たことあります。<laughs> <laughs> 天狗。濃いもの。<laughs> でもだから、だが、げ <laughs> それが幻聴と。 いうので片付けられるのであればもちろんそそれに越したことはないと思うんですよね、うん、やっぱ山、うん、そういった岩場とかで行くんだったらやっぱそのちょっと気の迷いというかそういうのがもう完全に命取りになるわけでしょそうですねそれで亡くなる方もいらっしゃいますよね<う>なんかあのまあよくある話ではこう お化けに誘われて、落ちたとか、そう,ね、そういう話も聞きますよね。今、今の話もちょっといざなわれてんじゃないのっていうようなことも想像は。<laughs> すね,ね。する人ももちろんいるでしょうし。そうですね。あの、そっちで考えると、あの、楽しいなと思います。<laughs> <laughs> あ、変な人だ。<laughs> ごめんなさい。<laughs> いや、あの。あの。 まあ、理,理性で考えたら単純に疲れてたからとか、うん、お腹空いてたからとかいうことなんですけれどもいざなわれてたって考えるとなんかそっちの方が面白いなと思います。まあねどっちかっていうとやっぱそれが好きでそういうのも好きだしっていうのは大前提あるんでしょうし、はい、そうですね。そうで,すね、はい、でやっぱりそこにはきちんと理性を働かさねばっていうのはあるわけじゃないですか。 きちんと、ねはいね、理性保ってちゃんと山登ってけがなく進んでいかねばっていうのは絶対大前提しっかり気を、ね、しっかり持って歩いてるわけでしょう。<laughs> はい、だからやっぱそうまあでもそこまで行ったってやっぱりちょっとこう山っていうのはまあ怖いし何が起こるか分かんないもうほとんど物理的な恐怖の方が多いんでしょうけどそちらの方が大変ですね。ねでもやっぱあの山の 怖い話書いてる方いらっしゃるじゃないですか。はい、<あ>大好きです。<え> <laughs> あのー、あ安住先生です、ね。そうですね、大好きです。あやばいですからね。<laughs> あのあ,あそんそあそこまではっきり見てみたいですね。そうですよね <laughs> だから。その感感じ外のレベル超えてるようなものもありますからね。<laughs> そ,うそうですね。あれあそこまで行けたらいいなと思います。ねえ、だからあのあ、ー、の僕もまあこういったのやってるからやっぱ山のお話ちょこちょこやっぱ聞きますけど、うん、やっぱなん。 んていうのかどっちかなんですよねなんかあんまりただ単純にそういうの見たっていうようなものよりもルール守ってるのとうん、うん、逆ちょっと連れてこうっていう方がなん,かどなんか極端になんか分かれているような気がしますよね。 ルールを守ってるというのはあの山に登るためのルール<う>っていうことですか<う>はい,いあのなんか言ったらそのまあすれ違ったら挨拶するみたいなはい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  <laughs> はいえちょっと待てこってえこからえなんでどうやって来たみたいなのはやっぱちょいちょいあるじゃないですか多分そんな話も聞いたことあると思いますしねそっちのルートって今 あね、え,えないはずだけどとか <laughs> そういうちょっと山を知ってる方にとってのその状況って絶対ありえないんだけどっていうのとか、はいはい、それってちょっとその山のルールにのっとってるというか、まあ、そこにも,、まあ、ずもしかしたらなんかいらっしゃる方とかあたまたまなんかそんなのあんのかなってあるけど。 あのー、こっちこっちみたいなような感じで誘ってくるようなものもいてそ,そ,そっちに行ったら崖でしたみたいなのとかはいどっちかっていうと今,<あ>今みたいなようなちょっとお話、はい、なんか,なんかどすごい分かれてる気がそうですね、うん、なんか全然別のもん見たっていうようなのってあんま聞かない気がするんですよねなんか山であるっていうのが明確にある気がして。<laughs> そうですね。なんか、や、山、山がなんか、あの、主人公みたいな感じの話が。多いかなっていうのはありますね。まあ、天、天狗もいますけど。天狗、天狗もそうですね。<laughs> 天狗、天狗っぽいもの。天狗だ、カッパだ、出てきますけど、たまには。はい。はい,は,いはい。はい。明確になんか、そこに。やっぱ、山って、ずっと昔から登ってる方々いらっしゃるわけじゃないですか。そうですね。はい。昔は、その、まあ、三角信仰での。 うんうん、そういうこうただ単純にあのレジャーとしての登山とかじゃないそうですね。あのね,ねこう,うそこに何かがあって神様がいてとかっていうような信仰の対象だったりするから。 そういう場所だったりすると、やっぱちょっとまたちょっと違った意味での何か出来事もあったりとかするのかなと思ったりするんですけどね。そう,そうですねあの、うん、だいたいあの3000メートル超えるようなところは、いたいもう日本、まあ、岐阜県もそうですけれども、信仰、うん、の,の対象になっていたりとかして、あの結構こう、石仏とか上の方まで。ああ あの置いてあったりするんですけれども石物もう本当にあに自分で登ってくるだけでも大変なのにこんな重い積物背負ってここまで来たのかと思うと、うん、あのそれだけでなんかちょっとあのなんでしょう,こう人間の気持ちというかもっと言うと願い、うん、でもっと言うと怨念みたいなものがそこにいそうで <laughs> <laughs>、まあ、怖いいなというかちょ,ちょっとねえか,か,かなりの。 重い,、まあおも重いまあ、年ですよねまそういう,のもう何,何百年下手すら何千年とか、はい、そういうのがそういうところにはあるわけだから単純な話ではないのかもしれないですねやっぱ山って。<laughs> <laughs> そうですね。あの、なので、<laughs> あの、私ね、あの、かなたさんがやってらっしゃるような、こう、土地に結びついたような。あの、リサーチってすごく興味深いと思いまして、あの、いつも見させていただいておりますし。あの、これからも応援しております。あ,あ,あ,りますあ,ありがとうございます。もう、僕は、もう、はい、もうにわかもにわかなので。とんでもないです。あの、まあ、楽しんでいただければ幸いです。はい。あ,<ー>ありがとうございます。また、またぜひ、またね、その別の話もあるみたいなんで、またぜひ。はい。 はい、はい。よろしくお願い,いたしますあの。また機会がありましたらお邪魔させていただきます。はい、ありがとうございます。はい、本日はありがとうございました。はい、失礼いたしま,いします。はい、どうもです。これ京都に自分が初めて一人暮らしした時の話なんですけど。京都。京都なんです。はい,はい。で、そこでちょっと高校卒業して専門学校に行って。うん、あの親がちょっと格安の女子マンション、マンション、アパート。 どっちかって言ったらアパート、うん、みたいなとこを、えー、家賃が2万5千円、うん、ですごい安いっていう話でそこへ決めてしまったんですよ。はいはい、内見もせずに。はい、で、まあ、その前は内見もせずにここへ住めって言われて<ー>あのまあまあわかんないんで。うん ままあまあこっちはねまだ広島から京都のことなんか地理も何もわからないとこにここに住めって言われてまあまあまあなんかねそのまあ写真まあファックス的なもので中だけでも見させえやってはなんかね,んかね学校の紹介のチラシがあっせんのアパートチラシみたいなのがあったらしくてあまあありますよねそうそうそれで一番安かったとこにしたからって言われるああ <laughs> <laughs> あ,、ね、<laughs> あそうみたいな感じで、まあ、でなんかんなそこのマンションの家の前が大家さんの家が建ってるんで、はい、大家さんの庭を通らないとそのマンションに行けないっていうつくりだったんですよはい、はい、で大家さんの家の庭を通るんでああのま門、あ、限とかもあって、うん、えっと10時までに、うん、あの 文言が閉められてしまうんでっていう話とかあって、うんはい、でまあバイトとかしたらまあその文言とかも、まあ、無視して生垣とか,とかから入っていくんでまあ別にまあいいかみたいな感じで、うん、まあ結構緩いとこだったんですけどうん、うん、でそこのまあえっ、ー、とその奥のがあの緑色の。 の外壁で、うん、3階建てで、えっ、ー、と便所、トイレがですね、1階にしかなくて、うん、で、電話も1階の廊下にあのピンクの公衆電話1個しかないです。うん、で,で、まあ、もうすごい不便,不便じゃないみたいな、うん、だから電話も1階の人間が取って3階まで人を呼びに行ってつなぐって感じなんです。 うん、でその電話の前が自分の部屋だったんで、うん、あちょっとあめんどくさいなと思いながらでもまあ住んでる人は先輩ばっかりなんで、うん、2回3回とかって言ったら、うん、で自分と同じ時に入ってきた女の子がもう一人自分の隣がその女の子だったんです。うん、でその子はちょっと体格のいい何て言うのえー、っと。 デーモン小りにそっくりな女の子ですちょっと待ってであそれはそれでちょっとインパクトの強い女の子で<え>性格はすごく良かったんだけど <laughs> えようを忍ぶ仮の姿の方じゃなくてもうあっちの方ですか <laughs>、うんうん、そうあっちの方のあれみたいな。<laughs> <laughs> 大丈夫かなこの子の隣でっていうぐらいのいまあホルム的な格好もなんかあのなんか、えっと、X バチャジャパンが好きでって言って壁中 X ジャパンのこうん、ポスターを貼ってるみたいな、うん、まあ子だったんだけどこれちょっと一コアになるなりますね一コアなんだけども そのアパートにはまあなんかいろいろ予くつきもあってトイレの3万目は使えあの夜中叩くとこう人の声がはーいってするとか鏡が全部外してあったりっていうような物件でまあこう怖いこともいろいろあったんですけどあのその今回人怖こわその中で起こった人怖こわの部分だけをちょっと出そうかなと思ってて、ね。 うんうん、でそのデーモンこぐ <laughs> デーモンっていうあだ名だったんですよ、ぶっちゃけね。<laughs> まあデーモンさんデーモンさんがこう寝てた部屋に女子寮なんで、フルメット、フ、うん、ルフェイスの男の人が押しってこと聞来たことがあったんですよ、一回。<う>婦女暴行みたいな。うん、で、それが。 <laughs> あのデーモンがまあ裸で寝てたんです。うん、で、まあ、こう鉢合うじゃないですか、部屋の中で。はい、で、襲われるってなるじゃないですか。はい、で、自分は隣の部屋でちょうどいて、うわーって声が聞いてたんで、わーって走ってっ、うん、まあ、隣の部屋なんだけども、あれ、うん、大丈夫みたいなんで、言ったら。うん 男の人がババババっって走って出て走出たんです、うん、え何泥棒みたいなんだったら、うん、あのデーモンが私あのその男の人が女子寮だと思ってきたのに男が住んでるんじゃないかっつって走って泣きながら出てったみたいな <laughs> どういうことって話じゃないですか。 それはど,どう重症で鍵をかけてないのもちょっと怖いしあの裸に寝てって起き上がってキャーじゃなくて襲われなかったっていうのはまあ良かった話なんだけどみたいな <laughs> 複雑みたいな <laughs> みんな複雑みたいな1階の人間みんな複雑な雰囲気に飲まれたっていう衝撃な話でした。 <laughs> また難しい話も出来やがって。<laughs> いやいやいやでもそれがそれがこう運のいいことがあってその前の日までキャバクラで働いてたあの先輩がその部屋をちょうどなんかあのデーモンがすごい騒音立てる気変わってって言って変わった次の日だったんですよ。うん でそれまではすごいもうべっぴんなお姉さんが住んでてその部屋うんいやもうあのそのその日の朝からちょうど侵入した朝からちょうどデーモンがそこに住んでたっていう、うん、<laughs> ミラクルなので何も犯行もなし無事に住んだみたいな、うん、<laughs> もうよかったわみたいな全然よくないけどね <laughs> 全然よくないし、いやー、いや、危ないと思う。女子寮だけど怖いわ、みたいな。危ないですね。あと、これに関しては、僕、僕ノーコメントでお願いします。<laughs> いやいや、まあ、あれはちょっとみんなの教訓で、あのちゃんと部屋に鍵をかけましょうっていう。まあまあ、まあ、そうですね。うん、教訓になったので。うん みんな一体のも大家さんの隣でも来るときは防寒が入ってくるよみたいなそもそも鍵を、まあ、い,いくらおおらかな時代だったのかおおらかな時代ではあったんだけど <laughs> でいやデーモンさんはさらにおおらかだったんです<おー> <laughs> <laughs> さらにおおらかだったので<ー>マッパで寝るみたいなねまあ まあね防犯的なところとかは女子寮とかって、うん、まあ女子寮か、うんうん、一応寮なんですね同じ学校の学部は違えず全員女子っていうとこなんでちょっとあんま考えにくいですけどねうん<ー>の普通に入ってきたみたいで <laughs> <laughs> そういうこともある、えー、みたいなそういうこともあるんですな そうだから自分も行った時に黒いこう真っ暗なこうヘルメットをかぶってた人がババッと走ってったんで、うん、なんだなんだみたいな、うん <laughs> <laughs> で大丈夫って言ったら大丈夫って <laughs> ベッドの上で答えられるっていう <laughs> ああ <laughs> よかったみたいな <laughs> ま,まあそ,それぐらい胆力がないと。 まあそ,そうはならないですわね。うん。なんか<ー>こうよか,よかったのか、しとこはなのかえ、防犯なのかみたいな。んぼ防犯,、うん、ぼ防,犯防犯に気をつけましょうみたいな。うん、うんうん閉じ。閉じまりはしてくださいみたいな。<laughs> まあ閉じまりはしたほうがいい,いいですよ。え、ほんにね。本当にです。<laughs>

子ががまあ、知り合いでできるわけですね病院一緒の病院通うので。うん、でその人の話なんですけど、うん、そのまあ、病気っていうのが目の病気なのでまあ、視覚に障害がちょっと出ちゃうんですね。でその人はちょっと片目がもう見えなくって、うん、1> で1個残ってるんだけど視力が残ってるんですけど、うん、えっと。 視野欠損っていう感じになってまあ、視力的にはすごい見えはいいんだけどその見えてる部分がちょっと見えなくな見えない島みたいな部分ができちゃうですね。はあ、うんなんて言えばいいのかななんか映画って例えると映画ってスクリーンあるじゃないですか。あ,あだからその 上のこうそういうそこにちょっとこう見えない部分っていうか,かできちゃうなんかそういう症状というか、うん、あるっていうのはなんか聞いたことありますけど、はい、はいはいでその人の場合、まあ、真ん中が見えないんんんんですって真真ん中中あうがちょうどこうスポット的に見えなくて、うん、でドーナツ型に見えて。 んですけど、うん、でもそのちょっとまあおかしなもんで脳が補填すするんでで、ってね、うんで。なんとなく自分の中ではこう一枚のちゃんとした絵に見えてるんだけど、うん、でもこう指を動かしてみたりとかこものを動かしてみたりするとやっぱり真ん中の部分になるとその動いてるものが見えてないんだなっていうのがわかるっていう感じなんですって。うんうん ちょっとこうその本人になってみるとなかなか分かりづらいものだとは思うんですけどうん、うん、で、ある日道歩いてたんですってねうん普通に帰り道歩いてたんですぼ、はい、ーっと、はい、そしたら自分の左側からなんか飛んできたんですって、はい、でまあ、左側から飛んできたから目 動くじゃないですか、はい、で目で追うじゃないですか。はい、でスッて目で追ったらそれ生首だったらしいんですよ。な<あ> <laughs> でその生首が自分の目の前ちょうど成虫のところに来たところでパッて消えたらしいんですね。はあ、でフッ <laughs> て思ってで周りキョロキョロしても何もないし。はあ え今の何だったのって思ってちょっと呆然として、うん、でもまあ道の中で呆然としてるわけにもいかないしとりあえず帰ろうって言って、うん、で家帰ってで奥さんにその話したんですって、うん、そしたら奥さんがすごい青ざめて「うん、えあんたそれ目の前で消えたんだよね」うん、って言われて。 うんそれってあんたの目の前でその生首がとどまってたとして「あんた見えなくない?うん」って言われたっていう話なんですけど、うんそうそう見えない部分で見失っちゃったらしいんですよその生首を。 そずっといたそうもしかしたら横からスライドしてきて <laughs>、うん、自分の真ん中の見えない部分にいる可能性はあるよねって奥さんに言われてビビったって話なんですけど。<laughs> 見えてない分、うん、いろんな想像をしてしまうわけですよね。 それでそんないらんこと言わんでいいのに余計怖くなる <laughs> なんならだからそれそ,そこで視線外したとしたってまあその人の目の前にずっといるんだったらそこについてきてるんじゃないだろうかっていうようなそれこそ脳が補填しちゃう可能性もあるわけですよね。そうですね補填し で他の周りの風景からまあこうこうこういう感じなんだろうなみたいな像がなんとなく結ばれちゃってるけど、うんうん、自分が見えてないだけでもしかしたらまだ生首いるんじゃないかなって思ったらすげえ怖くなったんだよねって話をされた。 そうそうまあ、きまあねだって目で見えてるものっていうのは脳がそういうふうに見せてるから実際そのまあ補テっていうのもそのうんのまあ機能なんでしょうけど、うん、本当にそこにあるのであれば、まあ、でもどうなんだろうそもそもそれは何なんだろうそう生首っぽい な,なんか本人は生首が飛んできたっつってたんですけど、うん、うんうそれ <laughs> それは何なんだろうだから何なんですかねまあだから妖怪で言ったら人晩うん <laughs> もうあ,あんのレベルだ、まあ、めちゃくちゃでかいですけどねあれあ人晩はね,晩はねそう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 はい <laughs> うーんまあ、そういう状況だからその、まあ、飛んできたっていうので、まあ、それこそ情報少なかったら自分の中にある情報で処理するからあのフォルムであの形は生首だというふうな、まあ、捉え方をしたんでしょうけど見えない部分がある分。 まあ、そこら辺は恐怖ですよね。そうです、ね。やっぱそのちょっとこう、情報が少なくなっちゃうわけですよね。うん。うん。いや、まあ、そういう状況もちょっとなかなか自分はね、そういうのじゃないから、全部理解するの難しいですけど、その状況の人にそんな怖い追撃するかねっていう <laughs>。 <laughs> <laughs> だいぶだいぶかわいそうな <laughs> それなかなか酷な追撃そうですねちょっと,ょっと,ょっと <laughs> だいぶ気の毒だけど <laughs> なんか本人はもう子どもの頃<ー>生まれてすぐにその病気になってでもうそれで慣れてるから、うん、本人的に一番まあ その目で煩わしいなって思うのは蚊とかを殺そうとして、こう目で追ってても途中で見えなくなっちゃうから。どこに行くか分かんなくて、結局刺されるっていうのが一番ムカつくとは言ってたんですけど、うん。くらいの感覚でも普通に過ごせている人なんですけど。それがあった、うん。<laughs> まあ、でも、な、実際、その、まあ、どうこうっていうのは、その後、なんかあったわけではないんですよね。あ、ないです、ないです、もう、だから、一発なんだろう、ジャブみたいなのを。うん 何だったのかうん、うん、そういうような人だからこそそういうふうに見えたのかどうなのかわかんないですよね、うん。そうですね。でもなんかそのなんだろうない変な像を見る人多いんですよね。その視野欠損の人とよく話をすると。んなんかその 自分が見えないところがある分、うん、結構目キョロキョロ動かしてたりとか、うん、ちょっとしたことに気を配らないとなんか結構な事故に繋がることが多いのではい、はい、少しこう何か見えたりするとそっちに目を動かす癖みたいなのやっぱりついちゃうんですよね、うん、日常的にうん、うん、そうすると目の端でなんか人とすれ違った像が見えたけど って,見てはいなかったみたいな話すごいそういう人たちからよく聞くんですよ。普通の人よりももしかしたらそ気づきやすいのかなとは思うんですけどそうか、まあ、そういう人だからこそなんでしょうね、うん、普段はもこう目,に目をやらないところにまで、まあ、そこにそう神経がいってるということは、うん、そうか。 なんか本来だったらもうね,あのねそういった書いたとかそういうのってこうそっちの方に向いてないと気が付かないもんですけど、うんはい、人よりもそっちの方に神経がいってしまってる分妙なものを見る確率も上がるってことなんですかねそうですね多分その周りに集中することが増えるのでやっぱ視野が狭いからどっからかボール飛んできたら一発じゃないですか。うん、なんかよく耳もそば立ててるし 目きょろきょろ動かすしうんうんってなったらああそだた、ね、ていう、はあ、まあうん見たくないけどね生首はね <laughs> うんいくら普通に見えたとしてもまあでも映像で撮れるんだったら撮りたいけどね生首を <laughs> うんうん、うん いや結局ほら自分で見てもそれ勘違いなんじゃないかってなるしそうねそうねうんあのだからそ,その少ない情報とかまあ見た見たんだって言い続けたら見たんだねって言うしかないからうんうんあのまあ僕はそれちょっと無理なのちょできないというかあ言い続けることが、うん、自分の中でそれが 確実だって言い続けるほど自分をこう,うん、まあ、そこまで持っていけないって感じですかね。そうねいやもう見たんだって言い張ることはできますけどうん,うん、うんうん、やっぱこういうねやってるか、まあ、映像写真まあ少なくとも写真にそういうのを捉えないとね。そうねな、うん、なかかか左からぶっ飛んできた生首 携帯でパシャー、なかなかね。まあ、だから、まあ、映像ですよね。すぐ撮れそう、だから、カメラ。かむけてるときに飛んできてくれれば、一番ベストですよね。なんかも、ものすごい高解像度の三百六十度全天球カメラが出てくれば。あの、四六時中撮ってられる。まあ、撮ってられないけど、データとんでもないことになるから。ああ、あ、なんだっけ、なんか、前、ほら。 ギガンび怪がかなんかで義眼になった人が目の中カメラ仕込んでうんぬんかんぬんってありましたねなんかありましたっけなんか外国の人かな女性かななんか目を片目失っちゃってでその中に眼球のところにカメラ入れてそれはいたはずはどこで外国 <laughs> <laughs> いや違うよどこで聞いたの あ、なんかネットに落ちてましたよあ、そうわかんないうんまあ、まあ、まあ、あのーなに、まあ、もっとね、進めばそういうものもなんか解明するのかもしれないですけどねうんうんはい、ありがとうございますはい、はい。お疲れ様ですお疲れ様ですはい、どうもですはい、失礼します